ドブロー のびのび金曜日。おはようございます、原田信郎です。おはようございます、久米村直子です。はい、8月18日金曜日、のび金でございます。はい、今日も10時から1時まで、はい、はい、3時間生放送でございます。よろしくお願いします。はい、皆さんもお付き合いください。はい、ということで、うん、僕は今日はあの電車じゃなくて、うん、車で来ました。びっくりしたわ。いつもはまだいらっしゃってない時間に、はい、ぬんってぬんふっと見てぬんって立った。あのだいたいあのそうですね、1時間前にはあのここに入って、ね、9時ぐらいにはね、はいはい、であのもう本当に細かいところまで、うん、もう綿密なあの打ち合わせをしたことがないんですけど。ないですね、ないですわ。綿密な打ち合わせをって言ったら、そんな打ち合わせしたことあるっていうか、どこでしてるっていう。本当にね、はいはい、まあでもあの大体の打ち合わせが僕はあのいいと思ってるんですよ。そう思います。どれを大体というのか分からへんけどね。でもなんか私は分かんないですけど、関東はすごいきっちりあるんでしょ、流れが。えって聞きましたけど。そうなん、はい、いやそれはやっぱりそのパーソナリティというかね、うん、その喋らはる人によって違いますか、はい、じゃあ僕みたいにもう綿密な打ち合わせをあの選手とねしない。先言うな。だからできるからじゃないですか。え？だから関東とかのスタイルに慣れてる方は、うん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 、そのまあ関西に来て、例えばですよ、好きなようにとか自由にとか言われると、えぇ、ー、ってなるっていう。そうね、ここはもう適当にあの時間をここに埋めてくださいっていうのがね、はい、そっちの方が楽やんな。もう楽っていうか、まあ決まり事がないんでね、うん、だからそれがあの苦手な人と、はい、あそっちの方が楽やなって、もう自由にこっちに任せてくれたらみたいな、はい、それはいっぱいパーソナリティによって違うと思いますよ。あ、なるほど、うん、どっちですか、のぶろうさんは。僕はもう綿密な打ち合わせをして、でもできたらもう僕が喋ることを全部書いてもらって、それでいくんでできません。ごめんなさい。とりあえずちょっと黙って付き合ってみたけど。絶対ちゃうやろなと思う。ほったらかしするのやめてくれるか。だからあの、はい、はい、1時間ぐらい前に入ってね、うん、そうですよね、今日早かった、はい、今日はそれより早かったです。早かったでしょ。そうなんです、なおちゃんが一番早いんですよ、はい、まあね、うん、はい、早く入るとなんですか、ギャラ高くもらえるんですか。いえ、あの早く来たら暗い。何が。暗い。時間内が暗いんですよ。あ、まだまだ電気もついてる。どんだけ早いねんな。だからね、なおちゃんが、そのなおちゃんが、はい、今日は早いねって。そうですよ、って本当に、はい、あれと思いました。そうなんです、今日ね、実はあの昨日、うん、こう淡路島の方に、お盆休みで行っておりまして。あ、バケーションですね。そうですね、あのちょうどいいんですよ、あの大阪からもね近いしね、はい、いいな。で次の日が伸び金やと。はいはいはい、ほらもうすぐやんか、うん、ね、淡路島から伸び金までちゃうね。淡路島からラジカン、ラジカンまで。どんなもんですか、時間で。いや、それがね、はい、やっぱゴムっていうのをね、僕ちょっと反対側から来ることってなかったでしょ、うん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 、それからあの淡路島から神戸に入るっていうのがね、はい、柳原とか、うん、あの辺のあの降りるところね、はい、あの辺がやっぱり混むねんね。あ、混むんですか。やっぱり神戸にお仕事に来られる方がいるってことですよね、うん、そうでしょう、はい、そうですよね、うん、だから大阪からも混むし、うん、どっちからもやっぱり混むねんなっていうことが分かりましたね。正規の混み具合が違うでしょ。混み具合が違った。まだでもね、3キロ、4キロぐらいでしたけどね。ああ、でもやっぱ混んでますね。うん、混んでるね。だからもっと早いこと来てね、うん、あの、なおちゃんをびっくりさせたろうかなと思って。
するよ。それとやっぱりどれぐらい混むのかっていう、はい、その時間も余裕をね、うんうん、持って入らなあかんなと思ったから、うん、僕一人で運転して。でも今日違う混み方違うの？まだお休みのとこ多いでしょ、ね、会社とかは。いや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 、まだでしょ、まだでしょって、もう始まってるでしょ。いや、始まってるとこもあるけど、うん、月曜からっていうとこも多いんですよ。あら？そんなに休むか？そう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 。あ、そう？うん。結構あるよ。8日間とかも。そうですよ。ねえ。うん、そんなに休む？もうそんな働いてもってなってるんじゃないですか。そうなん。あ、まあ、お盆休みとね、はい、お正月休みっていうのはね。はい。まあ、僕もそれは賛成ですけど。うん。けども、なんか今日来たらもう、空いてましたよ。何が？このビル。空いてた、空いてた、空いてた。空いてた。だからこのビル、あ、今日まだ休みかなと思って、はい、裏から回らなあかんかなとかって思ったんやけども、はい、いや、玄関から入れました。今日はね、やっぱりもうね、やっぱりこう、皆様に発信するビルディングですから。うん、そうですね。もうちょっとそんな休んでもうても困るんじゃないですか。そうですよね。はい、新聞あり。そうですよ。ラジオありですよ、ね。ラジオありですよ、ね。はい。発信のビルです。そうです。橋ビルって言われてる。橋ビル。全然省略してないけどね。橋ビル。発信ビルですよ。発信ビルですよ。ここからいろんなものを発信してるんですよ。そういうことですよ。ね。発信言うと発信していいですか、私。何ですか？ねのねの。え？ 50 周年の。まあ、それはまあ、後でもいいですけど。後でもいいですか？そんな、そんなこと言うてたらタイミング逃しそうですけど、いいですか？大丈夫です、大丈夫です。じゃあ、後でしますか？後でね。わかりました。うん、で、まあ、昨日は淡路島の方でね。うん、はい、うん。で、何してたんですか？何してたって、やっぱりぼーっとするんですよね。ぼーっとできるってすごいですね。ね、はい、やっぱりね、海、はい、海が見えるっていうことだけでもぼーっとできる。ああ、それはわかります。うん。海見てたら、なんかね、うん。時間経ってますよね。そう。でね、五色浜の方にね、はい。今いろんなお店とかもできていってるんですよ。みたいですね。はい。おしゃれになってるんですよ。おしゃれなんですよ、五色浜が。おしゃれ、先取り。でね、はい、なんか幸せの、はい。パンプキンケーキ違う？何？あ、パンケーキや。あ、パンケーキ、そう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 。いやー、もう、それ食べてみたいやつ。並んで食べなあかんやつでしょ？そのね、列がすごかった。だって多分ね、予約をまず取ってはると思うんですよ。予約取れますか？いや、それ分からんけど。いや、取れへんと思う。取れへんの？うん、あ、取らんとやってるの？あれ、だから並んで来たもん順でしょ？いや、並んで来たもん順と違って予約があって、そこからまだ、並んで、待とうっていう人が、やるんかなと思う。ちゃうと思う。ちゃう？うん。それがね、なんかね、うん、もちろんパンケーキも美味しいんでしょうけど、はい。なんか、カップルで来ると、うん、なんかそのすごいいいフォトが撮れるの、撮れるっていう具合が、いや、そう、もうほんまにもうカップルが行ったらもう、まあもちろん後ろは海がバックでとか、はい、でもうそこから別に飛び込むわけじゃなく、はいはいはい、もう本当になんかいいらしいよ。なおじゃ、そういう若い頃に、何カップルでとか、うん、結婚前にとかって、うんうん、そんなんあったんちゃうの？ないね、あんまり。ないのかい。めっちゃ真面目やってん。いや、それは別に不真面目じゃないよ。いや、だからもう、なんちゅうの？え？結婚前に旅行とかもないし。え？だから、日帰りでいいやんか、そんな。いや、そんなんめっちゃしてたでいう顔やで。なおじゃ別に夜のこと考えるから。違う違う違う。こんなやらしい旅行はダメみたいなこと思ってんやろ、それ。違う違う。何のパンツ履いてけばええのみたいな。違う違う。車で二人きりとかいうのももうすごい緊張するタイプ。うまかほんまほんま、もうトイレ行きたいか言えないから。嘘、自分で運転して私についといてみたいなこと言うんちゃう。全然。え？全然、だから何にもしてへん。何にもしてへん。そう。何にもしんかった。何にもせんかった。何にもしんかって、いいやんか、別に。だから行けてない。日帰りで行けばいい。日帰りだってそんな発想なかった。ああ、だからね、もうそういうスポットがあるんですよ。いいなー。美味しいパンケーキ食べて。ほんで食べた。いや、そんなものすごい列やもん。ほんでもう大概ね、カップル、はい。そうでしょうね。家族もいましたけどね、はい、ちっちゃい
ちっちゃい子供を連れてきてはる人も嫌だったけども、はいはい、もうね、もうか、ちょっと雨がパラパラしてたんですけど、もう傘をさしてずっと並んでんだけど、こんなどんだけ並ばなあかんのっていうわ。どんだけ、ほんまそうですよ。うん、そういうのもありの。いや、ええなでも食べてへんやんね。いや、もうイタリアンレストラン。イタリアンって何？イタリアンレストランありの。ありので、隣の隣とかはもう回転寿司屋さんアリーノ。そんなもアリーノ。で、いっぱいやねどこも。で、昼ごろに着いたんやけどね。はい。なもう、ラーメン食べようかって。はいはいはい。その並びにそのラーメン屋さんもある。へぇ。これがね、時間がね、ちょうど11時半台やったんですよ。うんうん、12時回ってなかったんや。はい。ほしたらちょうどいいタイミングで。入れた。入れた。よかったですね。そう。これがね、しらす丼って言ってね、卵の黄身をポンと落としてくれるね。はいはい。丼ぶるご飯の上に、しらす、ね？ね？はい、わかるよ、わかるよ。しらす丼。もう映像も浮かんでるよ。僕はちょっと生がね、ちょっと苦手なんで。はいはいはい。湯がいてあるやつね。ああ、はあはあはあ。あそこに黄身をポンと落としてくれるのを、ラーメンにそれをつけるわけ。美味しそう。これが美味しかったわ、ったやー。で、まあ、夜は夜でね。はい、夜は予約したんですか？夜は、洲本の方に行ってきましたね。で、お寿司屋さん予約してたんです。ああ、賢い。賢い。さえもう予約せんともうね。これはもう、本当に、赤ウニ。赤ウニってどんなんですか？は知らんか？今、ウニとはまた違うってことですか？まだね、こう違う。赤ウニ。赤ウニがね。何ですか、それは。これがね、今の時期ね、うん、美味しいんですよ。へぇー。淡路島で。安いんですか？高いんですよ。高い。美味しいですね。社長、安くしてください。って言うてもね、安くならない。それで台風が来てたでしょ。来てた。せやからね、僕ね、もうね、前からお願いしといたんですよ、うん、もう。台風の時に行ってたわけじゃないでしょ？台風が去った時に行ったんですね。いや、昨日の夜ですよ。あ、昨日ね、あまあ、昨日もでも、まあ、新幹線とかまたごちゃごちゃしてたみたいです。そうなんよ、そうなんよ。だからね、心配してたんですけども。はい。ちゃんとね。道とかも、はい、通れれて。もちろんですよ。なんかほら、崖とかもなんか道がちょっと木が折れてとかあるじゃないですか。ああ、そう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 。そんなこともなく。なくね。あ、よかったですね。いや、だから、洲本まで、また車で行ってね。はい、そうですよ、そこでね、美味しい魚ね。もういっぱい食べましてね。へぇー。いや、美味しいなぁ。なおたん。何？なおちゃんちゃうで、なおたん。私かと思ってます。いや、美味しいの知ったったと思って。美味しい。でね、4年ぶりか5年ぶりって言ってはりましたわ。何が？いや、だからそこの、お寿司屋さん何回も行ってるんですけど。だから、あれでしょ？何？何？ナオタン？ナオタン？って、ナオタン。何べんも言いない。そこをね、だから、コロナがあったじゃないですか。はい、はい、はい、はい。その時期って行ってないでしょ？はい。あちこち行ってないでしょ？行ってない。で、そこもずっと、行けてなかったんですよ。はいはい。いや、何年ぶりやろっていうぐらい、もう、久しぶりに。行った。行ったけども、やっぱりうまかったわ。またね、じゃあもう本当に4年は最低行ってないってことですね。そう、また大将とね、はい、おかみさんがまたいい人なんよ。それ地元の人が行くとこやね。ああ、それがいい。それでも高いんでしょ？その青、なんか赤い、赤ウニ。赤ウニはね。へ他はあれですよ。美味しいわ。いやー、ええなー。やっぱりすごいね。何でもあるね。肉もあるしね。そうですよね、淡路島ってね。淡路島ってね。肉もね、うん、海の幸もね。そう。で、そんなパンケーキもあるしね。パンケーキもあるし、何でもある。ラーメンある、イタリアンある。だからもう、五色浜に行ってたら何でも食べられるわな。五色浜じゃあ、すぶすけ、洲本に行ったんですけど、ね。はいはいはい。うん。へぇー。ほんまに美味しいもん食べられてね。大満足で今日は朝ね、うん、ちょっと早めに出て。で、それ全部そのお寿司とか食べて、何時ぐらいに終わるんですか、そのご飯食べ終わんの。いや、早いですよ、やっぱり。ほんで、その後何するんですか？ホテル帰るだけですか？干したらね。干したら？干したらね、そのホテルのね、はい、庭にね、まあ、プールがあるんですけど、ね。プールででもそんなでかいプールじゃないんですよ。はいはいはい。で、そこにまあ、子供連れのお母さんなんかがやって、うんうん、ポチャポチャって遊んであるんですけど、うん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 、で夜になって、うん、今度は焚き火をね、うんうん、こう、
炊けるような、はいはい、2メーターぐらいかな直径、はい、大きなこういう薪をこうね、はい、斜めにこう組んでね、で火がわーってなるんですけど、はい、そこにがあるっていうのでそこ行こうかって言ってたら、はい、そしたらあのうちの奥さんが、はあ、あのマシュマロを焼こうっていう、はあ、言うて、はあ、用意していった用意してでマシュマロを刺すのは、はいはい、なちょっと長めのお箸がいるなみたいなことを僕は言うてたら、はいはいはい、ちゃんと探すんですよ 100円ショップで100円ショップでね、はい、伸びるのへで先っぽがね、うん、こう2本こう串がついててね、はいはい、その串に2本の串にマシュマロのちょっと大きめのやつ、うん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 、これをプスッと刺して、はい、で火がバーッと出てるでしょでそこで焼くのへえ。いやこれね、はい、僕はあの清水さんがあのキャンプかなんかやるときに、ねはいはいはい、行った時にもやったんですけど、はいはいもうほんまに美味しくなかったんやけどねその時私マシュマロを焼いて食べたことないんだよ、めちゃくちゃ美味しいよアメリカでやるとか言いますけどその遭遇したことないああそれ違うわココアとかになんかちっちゃいのポロって乗せたりはありましたけどココアちょっとポロって乗せんかってそのマシュマロだけがいやそ美味しいんですかめちゃくちゃ美味しいどうなんの焼いたのだから、ね、焼くとねあの焦げ目がつくと、はいはいこれは見た感じも良くないでしょ。はい。それからね、焦げ目がつくのもあるんですけど、はい。僕もそんな何回もやってないけども、焦げ目がつかないように焼いてたらうまいこと焼けてね。いや、ほんなら何どうなんのその、焦げ目つかへんように、うん、まあ、炙る感じでしょ炙るんです。ほんならマッシュルームはどうなるんですかマッシュルームは、ちょっと。じゃあ間違えた。マッシュマロ。マシュマロ。僕も最初マッシュルームって言ってた。マシュマロは。マシュマロは柔らかくなってくるやん。柔らかくなる柔らかくなる。中が、ほんで、夫婦言うてこう、食べんだけど、はい。最初、その、やっぱりね、あの、そのまま串を刺したまま入れるからね。はいはい、串が、あの、下に当たったら熱いやろな、とかって思いながら、こわごわ食べるんだけど、またそれが楽しい。で、わわわわ言うてやってたら、はいはい、あの、うちの奥さんの友達も来たはったんやけどね、レイコさんね。で、その、やってたら、もうみんな寄ってくんねんね。ああ。楽しそうにやってるの。っていうか、そのマシュマロはどこでもらえるんですかとか言われるんちゃいます？いいです。それが別にホテルの人に許可を得てやったんですよ。うん、あ、許可を得てね。やっていいですか？いいですか？はいはい、なるほど。材料は揃ってます。はい、材料言うたってね。持ってきたんですけど、言うて。そう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 。一袋だけ買ったんですよ。はい、何個ぐらい入ったかな ?10 個ぐらい入ったかな、うん、それを刺して焼いてとかって。やっぱ焼くのも楽しいし、はい、食べるのも美味しいし、って言って、わーわー言ってたら、うん、キャーねん、うん、で、なんかいいな、楽しそうで、みたいな顔でしゃべって、はい、あ、焼いてみますとかって言って、こう言ってあげると、こっち喜んで、カップルが最初行ってて、その後、あの、家族連れの人が来て、で、もう子供がね、本当に楽しそうにしてくれて、そんなん足らんここでこれ、このマシュマロ焼き屋みたいなしようかなと思って。あれやったらいいんちゃいます？え？その船でカモメの餌とか言って売ってたりするじゃないですか。あんなぐらいの金額で、マシュマロ、あの、どうぞ言うて。おう30円、50円、100円で。あ、ずだったああ、そういうのでやつでね。はあ、いや、でも安くてあんなけ遊べるのかと思った。それやりたいですよ。うあの、スヌーピーって知ってるスヌーピー、はい。スヌーピーがマシュマロを焼くっていうのを、それ漫画で見たそうなんですよ。はい、うちの奥さんが。はい。スヌーピーすごい、あの、よく詳しいんですよ。奥さんが？はい。へぇー。だから、スヌーピーがマシュマロ焼く、うんうんうん、マシュマロを焼く、うん。マシュマロを焼く。っていう。スヌーピーが。話とかも聞きながら、ね。その話を聞きながら。聞きながら。小川さんように。小川さんように。炙ってたわけですか。そう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 。へぇー。いやいや。ちょっと今度やってみますわ。だから別に、プールに入らんでもね。うん。うん。大人はそういうこともできるんですよ。なんか、あの、海とか火とかいいですよね。うん、火はね、うん、あの自然と集まるねんね、人が。あ懐かしいんやろね、きっと。昔、火の前でね。でも、そこしか火ないんですか？そこしかないですよ。あそこだけ。何箇所じゃなくて。ない、一箇所だけ。うん。あれいいな、あれ欲しいなと思うけど場所取るなって。まあ取るでしょうね。毎日毎日ね、そんな焚き火するわけじゃないし。
いやー、すごい。そうやけど、酔って、なんで来んねんとかならへんのですね。なりませんよね。いやー、やったことある？焚き火とか。焚き火とかありますよ。キャンプファイヤーとか。あります。私、だから、ほら、ボーイスカウトみたいなやつに、子供の時に入ってたんですよ。おそうそう。え、ガールスカウト？っていうかなんかその、ガール、なんていうの、子供会みたいなんで。あそれで小学校5年生から、うん、高校を卒業するまでずっと。うん。だから途中から参加できないんです。ああ、そうなんや。だから小学校5年の時に入るんやったら入って、辞めんのはいいけど、途中からやりたいですとかいうのはできない。あ、できひんねんね。それをずっとやってました。うん、それでキャンプファイヤーやったん？やってました。どんどん下も入ってくるんで。ん？小学校5年生って毎年いるじゃないですか。で、自分らが上になっていくんで。ああ、ちっちゃい子が入ってくるんだよね。だからそれ。下も入ってくるで。薪の下になんか入ってくるのかなって。だから飯盒水産から、なんから。ああ、やったね。やってました、毎年夏。飯盒水産やったね。もういやいや、ね。ちょっと焦げ目が美味しいねって言ってね。まあ、ね絶対あれ、カレーなんですよ。カレーやな。そうやった、そうやった。そう。で、テント張ってね。テント張って。それ。もう途中でね、雨が降ってくんね。ああ、そう。テントの周りね、うん、ちゃんと水を掘っとかなかんかったんやん。ああ。あれがね、テントの中にも染み込んでくんねんな。でもいろんな思い出あるよね、ああいうことってね。やったんですか？そんなやったことあるんですか？やったことあるよ。キャンプファイヤーとか？キャンプファイヤーやったことある。へいや、キャンプファイヤーって今みたいな、いわゆるキャンプじゃないでしょ？はい。なくて。いや、子供の子供がみんな集まってですよ。野宿みたいな？いやいやいや、違う、だから、テント張ってやんか。だって、ドラム缶に火とか？ドラム缶に火そりゃ近所の製材所やんか。せやけども今そういうのも見ないでしょ？うん、せやね。もうあかんのでしょうね、多分。え、そうかな？火災の関係。ああ、どうなんやろね。うん、でも子供の頃、そこが朝ね、登校の集合場所だったけどね。うん、あ、そうですか。そしたら焼き芋を焼いてくれたりね。ああ。近所のおっちゃんがね。な、うん、今も全然見ない。冬ですよ、もちろん。冬もちろんもちろん。見ない。ねえ。うん。いろんな思い出ありますよ、ね。いいなぁ、淡路島。よかったですよ、だから。一泊でしたけどね。私が玲子ちゃんになれなかったかな。ちょっとなれないかな。なれないね。なれないね。なれないね。玲子ちゃん。うるさいからね。玲子ちゃんは、それね、奥様も物静かやもんね。そうですよね。そうやね。ほんなら玲子ちゃんもそんな感じ。玲子ちゃんも、品があるからね。そうか。でも私あれよ、一緒にいる人によっては喋らないよ。そうかなうちのマネージャーと、よう、朝からよう喋ってるよね。さあ、もうなんか盛り上がるからね。僕が、魚屋のおっさんを選んでる時もね。そうそう。横でうるさいわ。なんとなく心の隅にはあったんですよ。ない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 。二人が喋り出したら、俺もう耳栓しようかなと思うぐらい、やかましいわ。わかんかん。僕が読み終わるまで、ちょっと静かにしてくれる、はいそう、気にはしてました。あ、ちょっと、あ、今静かにしてない。ない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 。気には全然してない。してない、してない。すね、いや、全然気づいてないんですね。何を？私と、のぶろさんのマネージャーは、うん、常に、心にのぶろさんがいるっていうことに。うん、ない？まずない。なんで？まずない。なおちゃんはいいよ。それ、マネージャーが、そういうことをね、気にしかけてないっていうのはダメ。かけてますやん。あ、今、のぶろさんが、はい。魚のおっさんを選んでるんやなと、うんうん、面白いの探してるんやな、ということで、シーンと静かにしながら、あ、ナゴさんちょっと静かにしてもらいます。原田今ちょっと呼んでますんでって。多分マネージャーさんは、違う形で貢献してはるんですよ。うん、何の貢献？だから、のぶろさんが集中してやってはる間に、うん、スタッフを和やかにするっていう。むちゃくちゃもう最初から和やかやもん、ナゴちゃんは。そっか。そうですね。なおちゃん、おはようございますって言って、それで、いいって。どこでそこで、和やかにせなあかんなとかって思うか？そうです。思わんでしょ？失礼しました。はい。ということで、はい、ほら見てみーや。長いこと喋ってしまったから。はい。淡路島楽しい話やったんで、ね。はい。で、今日も皆さんから、メッセージを。はい。ね、いただくんですけども。はい。メッセージを送ってくれた方の中からも、もう、抽選ですよね。そうです。面白いメッセージやないとあかんとかっていうことはないです。ないです。もうどんなメッセージでも結構です。はい。はい。今日宝くじ。はい。今日も宝くじが当たります。はい。はい。
すごい人気で、おはがきでもね、ご応募もいただいてますから、はいはい、あのメッセージとかでね、くださいと。今週は宝くじの日記念の宝くじです。うん、宝くじの日っていうのは宝塚じゃないですよ。宝くじの日は9月の2日なんだそうですよ。9月の2日が宝くじの。なんで、9時が。はい、9時ということで。字がちょっと難しい。で、1等前後賞合わせて2億円が当たるかもしれない宝くじを3枚セットにしまして3人の方にプレゼントをさせていただきます。はい、メールはのび @jocr.jp。ファックスは078-361-0005。おはがきの方は、郵便番号 650-8580。ラジオ関西、原田信郎、のびのび金曜日の係まで寄せください。お待ちしてまーす。はい、それではこのコーナーから行きましょう。のぶりんのスポーツ大好き。このコーナーは、神戸シーバス、ボーボー神戸、早駒海の提供でお送りします。はい、お便りをいただいてますね。ありがとうございます。神戸中央区の4年目のにわかラグビーファンさん。おー、はい。のぶりんいつも聞いてますよ。4年前のラグビーワールドカップ日本大会。うんうん、はい。そうなんですよね。日本でね。そう。やったから余計に盛り上がりましたね。本当盛り上がった。ラグビーのにわかファンになったスポーツ大好き女子です。はぁ。僕らもラグビーのルールも何も知らなかったんですけども、やりましたよね。パブリックビューイング。楽しかったですね。はい。ほいで、今回はフランス大会なんですよね、はい。ほんで、まあ日本っていうこともあったし、日本もなんか突然強くなったりして、盛り上がりましたよねっていう。いや、ほんと。盛り上がったよね。なんか日本中がもうどんどんなんかこう盛り上がって一つになっていくって感じですよね。うん、ねえ、うん。で、パブリックビューイングもやりました。やりました。パブリックビューイングってどういうのかちょっとで、教えてあげてください。まあ、映画館みたいな感じで、スクリーンにライブ映像で試合が映し出されまして。ライブなんですよ。ね、うん。それを遠隔でみんなで応援するっていう感じですよね。そうそうそう。だからそこの会場には行けてないけども、うん、はい。今この時間にっていうことですよね。そう。それがね、ルールわからんけども、元日本代表の元木選手、はい、元木さんが、はい。ねえ、うん、来てくれまして。で、あの時も、うん、日本が勝てる確率はって、のぶろさんが質問されてて、って、最初はもう負ける側のパーセンテージの方が高かったのに、うんうん、どんどん、うん、いやもう、これはいけるかもしれん、みたいな。そう。負ける確率の方が高いのを買ったっていう。そうなんよ。買ったんですよ。で、のぶろさん半泣きでも声からしてね。すごかったですよね。すごかった。こんな面白い、何スポーツ、はい、やったのかっていうのをね、思いましたね。思いました。はい。はい。だからね、今年はパブリックビューイングないんですか、うん、これね、やっぱりね、時差があったりとか、やっぱり日本大会と違う。そうですね。フランス大会なんで。はい。だからいろいろとこう制約はあると思いますけど。うん。できたらやりたいね。やりたいですよね。うん、で、今回9月の8日に開幕するんですって。あ、もうすぐですよ。もうすぐなんですよ、うん。で、フランス大会、日本代表メンバー33人のうち、30人が15日にメンバーが発表されまして、うん、はい。フランカーのリーチマイケル、それからフッカーの堀江翔太さんらが選出されたということで、はい、うん、首相はフランカーの姫野和樹さんなんだそうですよ。なも僕ら知ってる人ばっかりやんか、今名前が上がったのは。ねえ、だから4年前に活躍された選手がまた活躍してくれるという。うん、結構あれですね、うん、年は多めになりましたね。そういえばラグビーやってた、うちのディレクターね、赤澤さん、赤やんが、ちょっと平均年齢が上がってるっていう。上がってるってね。上がってるって。赤やんは、感覚のラグビー部やった、はい。そんなんもありーので、うん、なんかもう周りがね、こう囲んでくれたからね。そうです。ラグビーの人たちが。そうそう。経験者ばっかりで。怖くないよっていう感じで。そう。面白いよって。そうそうそう。だからほんまににわかファンです。はい。にわかファン、みんなが集まって、はい、もうええやん、ルール、わからへんところはわからんでいいやん、うんうんうん、見て。で、盛り上がろうよっていう感じでね。はい。あれが4年前。ね、4年前ですよ。いやで、日本の初戦は、9月の10日の日曜日。うん、対戦するんですね、チリと。
あ、チリなんですね。はい。8日から開幕なんですが、日本の初戦は9月の10日の日曜日、チリと戦うということです。うん。うわー、ねー。もう決まってるんでしょ、スケジュールは。もう決まってますね。9月の10日が日本対予選第2代表、トゥールーズって書いてますね。そして9月の17日が日本対イングランド。で、9月の28日、日本対オセアニアの予選の勝者。うん、そして10月の8日が日本対アルゼンチンというスケジュールになっている。いや、なんか名前聞いてもなんか強そうですね、はい、どこも。本当ですよ。はい。でも日本も強いでしょ。はあ。日本がね、世界ランキングでね、うん、今10位なんですよね。ああ。あ、はい、なんか試合時間も書いてますね。書いてますね。ああ、でも。いや、またこのコーナーで。そうですよね、改めてね。ね。やりましょう、やりましょう。やりましょうよ。はい、みんなでまた盛り上がって。はい。応援しようじゃございませんか。そうそうそう。にわかラグビーファンの、4年目にわかラグビーファンさんも、うん。はい。応援しましょうね。ほんとそうしましょう。はい。はい。ということで、ノブリンのスポーツ大好きでした。このコーナーは、神戸シーバスボーボー神戸、早駒海の提供でお送りしました。のブローのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで。待ってます。はい、皆さんからメッセージね、もう早速いただいておりますけども、ありがとうございます。京都の方からいただきましたね、はい、ありがとうございます。68歳の桃兄でございます。桃兄、はい、桃兄さん、京都では16日に五山の送り火が行われました。はい、これね、うん、あの皆さん、五山、あの大文字焼きっていう人がいますけど、いますね。やっぱりあの五山の送り火と言った方が丁寧ですし、はい、うん、あの意味がね、はい、意味合いが違いますよね。そうですね。大文字焼きっていうのとね、はい、私の家からは遠目に大文字が見えます、うん、どっちの大文字やろって思いますけどもね、はい、大の字は2つあるんですよね。あります。ですからこの方は、どっちかな、左か、うん、かもね。かもね。はい。広沢の池で、はい。灯籠流しがありますので、ほう。お盆の行事の締めくくりとして、ご先祖様の霊をお見送りするつもりで、うん。見物に行きます。はい。お盆が過ぎると少しずつ秋に向かっていきます。うん。昼間はまだまだ暑いですが、熱中症に気をつけて頑張っていきましょう、という。しょう。こういうことですね。あ、お写真もですか、それ。あ、写真がついております。うん。いや、綺麗に。あー。ね。なおちゃん見ましたか？はい。見え、うちの家からは、うん、ね、大と左大文字と、うんうん、あと、船形が3分の1ぐらい見えるんですよ。あー。はい。はい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 。なので見ますね。でもね、うん、なんか、前までそんな人を見に来てへんかったイメージやったのに、うんうん、何この、え、どっから湧いてきたんっていう人がうわーいて。いやいや、それ今どこもそうちゃう、お祭り。まあこれはお祭りということじゃないけどね、はい、送り火ですからね、ええ、お祭りもそうやし、うん、もうどこ行っても人人人ですよね、すごい嫌。いや、で、嫌なん、うん、いや、それは京都に住んでるからや。そうや、そうやわ。そんなもん、京都以外の人が京都に行って、うんうん、何が悪いのって思ってるよ。そうか。そうか。うん、静かに、静かに送らせって思いますけどね。まあね。うん、まあ、大体静かにという感じですけどもね。うん、あの、日をね、見るっていうのはね。まあそうですよ。僕はその時にあれですね。何？マシュマロの日を見てたんですね。ほんま？違う。ちゃうやん。それ水曜日ですよ。水曜日やん。だから次の日ですよ。あ、よかった。何してんの、何してんの。びっくり。いや、でも、あれ、だいたい東からね。うん。だいたいっていつもそうですけども。はい。東から点火されていくの知ってる？そうです。なんでか知ってる？えぇ、ー。えぇ、ー、なんで？
知らん。なんで？だから。あ、言うて。浄土。はあ。西の方に。あ、極楽浄土ね。極楽浄土があるということで。天国に向かってということ。はい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 。だから東から転化していくんですよ。やった。で、途中でお経をあげて、妙、うん、という字はね、お経をあげたりとかね。で、あと、船がいるなって、はい。船が。浄土に行くにはね。で、船形や。で、船形があったりとか。そういう意味分かって見てますか。あ、そうでした。そうでした。左大文字は書き順の、筆順の順に火つけてはるんですってね。おー、ちょっとこれは知ってるよっていうことを今。よかった、よかった。じゃあ、次行きたいと思います。はい。原田信郎、のーびのーび金曜日。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット。ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です、はい、ジャパネット高田のせつさん、はい、原田さん、久米村さん、ラジオ関西沖の皆さん、こんにちは。こんにちは。本日はちょっといつも担当している長浜がですね、はい、子供が生まれまして育休にちょっと入りましたので、うん、はい、ちょっとしばらく、はい、長浜さんが子供産んだんです違う僕休みますって言うてはりましたもんね。お、はい、奥さんでしょ。そう、産んだのは奥さんでしょ。産んだのは奥さん。よかったまさかの。でも長浜はね、育児にちょっと奥様と一緒にということで、ね、はい、いいことですよね。いや、それはおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。なのでちょっとしばらくの間担当させていただきますので、お願いします。お願いいたします。お願いします。まあ、そんな今日はですね、メッセージにもありましたが、お盆もちょっともういよいよ明けまして、はい、で着々とお盆の行事も終わって、集まっていた親戚、お子さん、お孫さんなんかもあっという間に帰ってしまって、ちょっと寂しいなっていうシーズンでもあるかもしれません。ってなってくると、原田さん、久米村さん、はい、次じゃあ皆さんで集まるのは年末年始だねなんて話をした方もいらっしゃるかもしれません。あ、そうだわ。これなんです。原田さんもおっしゃってましたが、いよいよ次にはお正月休みの長いお休みになると思いますので、はい、そこでなんです。今日はこの時間ちょっと早いおせちのご紹介でございます、わちょっと早くないですか。いやでも8月も終わりかけだし、うん、言えばあと4ヶ月ですもんね。まあそうなんですよね。あっという間にあと4ヶ月ということで、いやでもまだまだおせち早いんじゃないのって思ったお客様にも、はい、皆様今日はですね、ジャパネット早期予約の早割キャンペーンで11月の18日までおせちお得にご予約していただくことができるんです。それはいいですね。早割や、早割助かる。そうなんです。ただ原田さん、お急ぎくださいというのが、うん、11月18日まで早割の期間あるんですけれども、うん、毎年毎年実は早割期間終了前に完売になってしまうのがジャパネットのおせちでございます。なるほど、人気なんですよ。そう、実は大人気でございまして、うんうん、そこで去年食べても美味しかったからも来年も予約したいっていうリピーターの方も実は多いので、今回ちょっと早い前倒して今回ご紹介となっております。なるほど。じゃあなんでそんな完売してご支持いただいてるのかっていうところなんですが、はい、もう味は間違いないですし、うん、そして原さん、久米村さん、うん、画像もお届けしてるんですけれども、はい、見た目も間違いないですよね。すごい、めちゃくちゃ美味しそう。ねえ、ほんと。そう、本当にいろんな具材がぎっしり詰まってる豪華な、目にも鮮やかですよね、はい、ね、本当にね、なんか色がね、うん、華やかっていうか、そう、すごいですね。もう花が咲いたよ、もうこれを食卓で原田さん、年末年始パカッて開けたらわって歓声が上がるような、上がる、いいですね。いやもう食べる前にまずは写真撮りたくなる、はい、もう我が家もそうでした。まず写真大会が始まりましたけれども、うん、だってこれでさ、はい、1年迎えられたらめちゃくちゃいい年になりそうですもんね、うん、ね、いい年越しに、そしていい新年を迎えられるのがやっぱり、ね、本当でございます。そのおせちが、しかもこのお値段でっていうことで、実はですね、去年ジャパネットお正月用おせち販売別数量、あ、失礼しました、販売数量で日本一になりました。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。本当に多くのご家庭にお届けをさせていただいたのがこのおせちなんですけれども、はい、まずはですね、その
お味からちょっとご説明させていただきますと、はい、実はこのおせち作ってらっしゃるのが創業77年の山福さんというメーカーさんに作っていただいております。はい、この山福さんってですね、実は料亭とかホテルのおせちも手掛けてるメーカーさんでして、うん、ちょっと名前は出せないんですけれども、うん、料亭とかホテルの名前がつくとお値段グッと上がるようなおせちでございます。しかもその山福さんにですね、実はちょっとお写真では当たりにくいかもしれないんですけれども、通常のおせちよりも二回りぐらい大きいお重でジャパネットお届けするんですね。二回り大きい、二回り本当に特大でお届けをするんですけれども、これをしかも二段重ねでお届けをしますので、なんと皆さん、その入ってる品数がすごくて、なんと70品目ぎっしり詰めてお届けするんです。70品目すごい、70品目ですよ。ですから本当にあれ食べたこれ食べたって本当に話も盛り上がること間違いないですし、うん、じゃあ実際に何が入ってるのか、これが和のお重と洋のお重で分かれておりまして、はい、まず和のお重には黒豆や伊達巻き、数の子なんかもしっかり基本も抑えながらも、うん、原田さん、アワビが入っているんです。いやほんまに入ってる入ってる、しかも一人一切れじゃなくて一人一個食べられそうな4個入っているんです。アワビ4つ、贅沢ですよね。エビも入ってるし、エビもしっかり入って、すごいな。そう、これの時点でもう大満足だと思うんですけども、もう一つ皆さん、洋風のお重も一緒にお届けいたします。はい、こちらはお子様でもパクパク食べていただけるような美味しい柔らかいローストビーフに合鴨のスモークにスマークサーモン、あとはフカヒレまで入っている。うわ、フカヒレあるわ。で、一年の中で1回2回食べれるかどうかだと思うんですけれども、そんなフカヒレもしっかり入って、それを大きなお重に手詰めをして冷凍でお届けをさせていただきます。はい、じゃあこれが70品目入ってのおせちの人気のお値段なんですけれども、はい、なんとこれでいて税込み29,980円。でもすごいんですけれども、皆さん、早割期間中はなんとここから1万円引きの税込み19,980円に送料無料でお届けするんです。嘘でしょ、これ1万円台で、原田さん、2万以下で食べれるおせちとはちょっと思えないですよ。いやすごい。そう、だから大人気でございますし、さらのお届けがですね、12月の28日から31日といずれかにお届けをさせていただきまして、しかも年越しそば4人前もつけてお届けいたします。すごいんです。ただちょっとおせち早すぎて悩んじゃうなって方は、実はですね、基本的には12月の10日まではキャンセルができちゃいます。なのでまずは予約していただいて、ちょっと他のとも見比べたいわって方にも一向に構いませんので、いいんですか、それだけ原田さん自信があるおせちでございます。早い、今がお得でございますので、お問い合わせだけでもラジオ関西を聞いたで 0120-441-555 番、 441-555 番までお電話お待ちしております。はい、せつさん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、いや、すごいよ、すごい早割りや、嬉しいね。送料も無料で1枚も安くなってるんですよ、ね、これさっきもセッツさんおっしゃってましたけど、11月18日までのキャンペーンなんだけれども、うん、なくなっちゃうという、そう、可能性大大大ですから、年越しそばのセット4人前作れる。そうよ、それもそんな嬉しいことありますか。いや、ね、お届けは12月28日から31日までの間どこかでということですけれども、うん、何か疑問とかある方はね、お電話の際にお尋ねいただいてお決めいただくといいと思いますよ、ね、ラジオ関西を聞いたとお電話ください。お申し込みはフリーダイヤルです。 0120-441-555 番、 0120-441-555 番、最後に5が3つです。ジャパネット田方ラジオショッピングの時間でした。はい、原田のブローのびのび金曜日では、あなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。
メールは novi@jocr.jp まで。待ってます。はい、皆さんからねたくさんメッセージが届いてます。ありがとうございます。淡路島のね、話してましたけども、はいはい、幸せのパンケーキ屋さん。うんうん、この方は、神戸の中央区のうっかり八兵衛さんですけど。うっかり八兵衛さん、はいはい。はい、その幸せのパンケーキ屋さん、いつも入るのに並んで貼りますね。はい。土日は並んで貼るの分かってるんで、はい、平日に、今日は並んでない、今日は並んでないやろって、火を狙っていくんですが、うん、あかん、並んでるわ。あ、それも時間をずらしていっているのにですよ。あ、前に聞いたら予約は取ってませんって。ほらほらほら。あ、そうなん。だって予約取ってへんから並ぶんですよ、みんな。そうか。はい。予約は取ってませんって冷たく おっしゃって。冷たくおっしゃって。並べってことに、ことを、案に悟りました。うん、せやけど、海も見えてね、うん、パンケーキも美味しかって、うん、で、雰囲気もいいにやったら、うん、ゆっくりするわな。そうでしょうね。ほんなもう、並んでてもめっちゃ待たなあかんね。そうやね。だからもうラブラブの人、カップルとか多かったからね。だからうっかり八兵衛さんも何回か空いてたら行こうと思うけど、いつ行っても並んでるってことですね。並んでるね。うっかり八兵衛さんの、年が書いてないですけど、はい、うん、意外と若かったりとかするのかな。うん、そうかな。いや、八兵衛って言うから、ね、どんな年かなと思ったんですけども。はい。淡路島楽しそうっていうことで、寝屋川のまどかさん、ね。まどかさん。ですね。のぶろさん、淡路島の旅とても楽しそうでしたね。近くてリゾート気分を満喫できるし、美味しいものもいっぱい。いつか出かけてみたいです。うん。ね、ぜひ行ってください。私も。昔は地味な海水浴場のイメージしかありませんでしたが。そうなんや。すっかりおしゃれに変わったんですね。はい。話題の幸せのパンケーキも並んで食べてみたいです。うん、食べてみたい。覚悟を決めていかんと。そう、今なんて方ですか、その子。ごめんなさい。名前を読むの忘れてました。寝屋川のまどかさん。まどかさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、まどかさん、私たち、れいこさんになりましょう。うんこれは東大阪の河内なでしこさんです、ね。はい、ありがとうございます。のぶろん、あ、のぶりなおちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。秋の虫が鳴いて。あー、鳴いてるわ。鳴いてるもん。鳴いてる。お前まだセミ鳴いてるよ。いや、もうセミは静かにだいぶ鳴ってきました。だって今朝なんかね、うん、起きたらもう暗かったんです。あー、もう秋が来てる、うん。もう暗かった。もう暗かった。もう暗かったじゃあ、まだ暗かったやろ。じゃあもう暗、もう今まで起きたら明るかったんですよ。明るかった。夏の間。夏は早いわ。はい。せやけど、あ、もう明るいわと思ったのに、うん、今日いつもの同じぐらいの時間に起きてんのに、え、うん、暗いっていう。暗い。もう夜になってしまった。もうなんか秋冬やんっていう。そんな感じよね。もう嫌です。ちょっと寂しい感じがね。はい。でもこれちょっと夏が終わる寂しい感じが好きですね、僕は。え？やっぱり、ね、サーフィンとかをずっと。やってないよね。やってないよね。食欲はありますかと。はいはいはい。うん、ありますか？ありますよ。はあ、今日は米の日ですねって。あ、そうなんですか？今日何日？ 8 月18日です。あー。何？米って書くもんね。あ、そう。うん。十書いたら、ああ、漢字でね。上に八。はいはいはい。で、下に八でしょ？ 8? あ、米になるわ。なるほどー。おー、そうなんね。米の日。なおちゃんね、お米をね。はい。午前中は食べるみたいなこと。朝ごはんは今も米食べるようにしてます。うん。うん、はい。どうして召し上がるのが好きですか？私はもち米が入ったおこわが好きです。ああ、美味しいね。美味しいね。うん、時節柄ご自愛くださいませ、うん。はい、ね、ありがとうございます。お米美味しいよね。お米美味しいわ。今なんかいろんな銘柄がね、有名な人気の銘柄とかもあってね。うん、それはもう先に売れたりとかすんのよね。あ、そうですか。うん。あらーとかでないわーとかって思ってね。
美味しいですね。南丹市の2時になります。あ、はい、ありがとうございます。久米ちゃん、お墓参りできてよかったですね。はい、はい、ありがとうございます。そうなんですか。のぼろさんみたいにこけんようにってみんなが言ってくれますこけへんかったか。こけへんかった。ありがとうございます。五山の送り火も、はい、無事綺麗に、灯り、はいはい、夏の終わりを感じる今日この頃です。そうですね、まだまだ暑いですが、はい、夏も終わりだなって感じることありますか。うーん、セミがバタバタね転がってるのがね、私あんまり見ひんのですよ今年転がってんの。あら、ほんでね、あ、かわいそうにって思って、はい、土に返してあげようとかって思ってね、一階までね持っていこうかなとか思うじゃないですか、はい、そしたらパッと取ろうと思って取った瞬間バタバタバタってなんねんか、びっくりしました。あれびっくりするよね。あ、ベランダに、うん、ベランダでなんか裏返ってはって、裏返ってはって土にと思って、もそうそうそう、元を持ったら動き出すってやつ。そうそうそう、あ、優しいですな。へ、47歳の男性ですけどね、はい、南丹市の2時になります。うん、なんで2時になりますかありがとうございます。まだ早いですよ。ほんまです、まだ早いです。ありがとうございます。はい、はい、まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫ですよ。ね、うん、ラグビー、うん、楽しみとかね、うん、ありますね。ラグビーワールドカップとても楽しみですね、はい、一緒に応援しましょう。おさえもんさん、おさえもんさん、神戸東灘の、おね、おさえもんさんとかね、はい、高校のプチ同窓会がありましたという方ですね。お盆休みに徳島の実家に帰省しまして、はい、この方神戸の西区のケンチャンマンさん、ケンチャンマン、はい、なんですけどもね、うんうん、徳島に実家があるんですね、うん、高校の時のプチ同窓会を開催しました。ほう、この方46歳、はいはい、ケンチャンマンね、クラスの3分の1ほどの12名しか集まらなかったのですが、集まった方ですよね。ねえ、うん、久しぶりに懐かしい顔ぶれが揃い、はい、当時の話で盛り上がり、楽しいひとときを過ごすことができました。うん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 、こう12人やったらまだ集まってる方かな。集まってますよ。はい。46で、うん。もうちょっとあってもいいのかな。もう連絡先知らんっていうのもあるでしょ。ああ、それは連絡つかんね、うんうん。女子はみんないいお母さんになっており、あら、子供の話で盛り上がってる中、はい、我々男連中は、うん、体脂肪がなーとか痛風になりかけてなーとか、白髪になるより先にハゲてもうたわーとか体の老朽化の話でおっさん感満載でした。あ、やっぱり女性と、うん、男は違うんですか。まあ、違うと思いますね。卒業しておよそ30年になりますが、うん、同級生に会うと不思議と気持ちが18歳に戻りますね。あ、そうですよね。でも18歳の気持ちで会ってるけど、うん、男の人って、うん、なんであんな面影ないやんぐらい変わりますよね。男の人の方が変わってる、うん、女の人って、まあ、あんまりね、お化粧をしたり、うん、お面をかぶったり。お面ってな。綺麗にしていくじゃないですか。綺麗。あ、でもこれ言われた。違う友達に。なんて？そういう話をしたんですよ。男の人はなんかもうちょっと太ったり、ちょっと毛が薄くなったり、うん、あれっていう感じやけど、女の人はみんな綺麗ねっていう話をしてたら、うん、その友達は、うん、そういう綺麗な子しか同窓会には来えへんやと。うん、ああ、なるほど。だから自分がちょっと太ったとか、なんかそういう幸せ今ちゃうねんっていう時は、見せたくないから、まあ、参加せえへんねんって言って。まあそうですよね。ああ、そういうもんですか。いや、話もやっぱり自慢話が多いじゃないですか。なるほど。同窓会って。はいはい、今部長になったとかね。うん。だから、自慢できる話ないな、私は、とか。ああ。俺また、な、会社、な、会社のこととか話したくないし、みたいな。ああ、そうですか。そういうのでだんだん減ってきたりとかもするかもわからんね。そういう理由っていうのはちょっと寂しいよね。でもいいやんかね、友達に励ましてもらうっていうのは。いや、だって、しょっちゅう会ってたらいいけど。ああ。久しぶりに会った昔の友達にそんな愚痴は言いたくない。ああ、愚痴は言いたくないか。
ある友達から、うん、みんなええおっさんになったのに、うん、ケンちゃんだけ、このね、ケンちゃんマンさんね、はい、ケンちゃんだけ当時と全然変わってないから、次も漢字やってな、と、無茶ぶりされましたが。変わってないもんね、なんか雰囲気的に。何年経っても仲間っていいものですね。そうね。高校の時の同窓会か。はい。ああ、16、7、8ですよね。うん、それが46になってるから、ああそうやな、30年ぐらいですか。うんうんうん、先生に見えるよね、みんな久しぶりに会うと。もうだって年いってくると、重ねてくると、うんうん、もうみんななんかもう80も90も70も同じみたいな感じになってそうやね、うん、60ぐらいからはそんなに変わらへんのちゃう。60はまだまだまだです。70ぐらいからが境目じゃないですか。ああそうなん、はい、厳しいこと言うね。ドブロ様もうぶっちぎりで若いから。いや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 、ほんと、いや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 、自信持ってお墓でこけた話もせなあかんしな。ではここで一曲いこうと思うんですけれども、はい、あのやっぱりサーフィンの話をさっきしてたからということで、サーフィンをしてそうな感じでサーフィンって言ってたんですけど。というわけで一曲お届けするのはレコードです。シングルレコードでお届けします。ジャン&ディーン、サーフシティ。Cherry is an oldie but a goodie. Well, it ain't got a backseat or a rear window, but it still gets me where I wanna go. And I'm gonna surf city, gonna have some fun. You know we're gonna surf city 'cause it's a suit of one. If we're gonna surf city, gonna have some fun. You know we're gonna surf city 'cause it's two to one. Two girls for every and they never roll the streets up 'cause there's always something going. You know they're either out surfing or they got a party growing. Yeah, there's two swinging honeys for every guy, and all you gotta do is just wink your eye. And I'm gonna surf city, gonna have some fun. You know we're gonna surf city 'cause it's two to one. Yeah, we're gonna surf city, gonna have some fun. You know we're gonna city 'cause it's two to one now. Two girls for every boy. And if my buddy breaks down, I'll meet somewhere on the surf route. I'll slap my board to my back and hitch a ride in my wetsuit. And when I get to surf city, I'll be shooting the girl and checking out the parties for a surfer girl. Surf city, gonna have some fun now. Gonna surf city, 'cause it's two to one. You know we're gonna surf city, gonna have some fun now. We're gonna surf city, 'cause it's two to one. Two girls for every, two girls for すごい夏って感じ。本当に。ライブバージョンだったんですね。そうみたいね。ねえ。いいね。完成も入っておりました。雰囲気がやっぱり違うね。はい、よかったです。いやー、サーフィンしてた頃を思い出しました。どこで？お母サーファー。お母さんがサーフィンしてるみたい。お母さんがサーフィンしてみたい。お母サーファー。お母サーファー。もうサーフィンとかって、やっぱり環境やろね。はい、近くにやっぱ海がないと、うんうんうん、そんなんサーフィンのサの字もなかったわ。だって近くにあるのって言ったらね、川じゃないですか。海と川全然違うよね。川ではあのビーチ板とか使わないですか？ビーチ板、うん、なんかこう掴んでパチャ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 ってするやつ。いやそんなもなかったやん。そのビーチ板すらなかったやんか、そんなの。
そう。ほんで本当に泳ぐ最初はどうしたんですか？え、泳ぐ最初で、泳ぐ練習の最初の最初。だからこうやって、あの、持ってもらって。浮きとか。浮きは？まあ持ってもらって。浮きって何？え、浮きやん。こうやって。薄やん。大きいやつ。あ、浮きはね。浮きは。浮きって、あ、釣りの浮きがいいの。違う、私、あの、なんか、ここから向こう行ったらあかんよって、海とかたまーに丸いオレンジの檻って、あれかと思って。そんなんやなくって、それでバタ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 したりね。やってたんですか。うん。それから、浮きはって言うても、はい。タイヤのチューブやってん、ね、大きいやつね。うん。ちっちゃい子はポッて抜けるんですよね。そうなんよ。ねえ。あれ、レンタルとかやってましたよね。海の家とかでね。ねでも、昔の親は、もっとスパルタで、泳げへん、うん、まあ、女の子にしたかどうかわかんないですけど、うんうん、バーンってもう海に掘り込むっていう。って。バーン掘り込んで。そのまま沈んだらどうすんの？いや、もう、そうしたら助けに行くんですよ。それね、こう、怖いやん、それ。自力で泳げっていう。そういうことをやるの？やってる親が多かったですよ。泳げへん子を。泳げへん子。わざわざ。そしたら、泳げへんかった子が、うん、何人か亡くなったりとかしてから、うん、陶芸会っていうか、立ち泳ぎとか教える感じの立ち泳ぎっていうか、要はもう、本当にもし川とかにはまってしまったりとかした時、はい、海で溺れそうになった時とかっていう時どうしたらいいのかとかっていう、ね。ああ、教えてくれるところで。教えてくれる、うん、そういうのがあって。へー。陶水会かな。ああ、はいはい。そんなんがあって、はい、学校から行ったよ。すごいな。そうですか。そうですよ。だから僕らの時って、うん、川で泳いでたから、わからへんわけよね。ここは大丈夫、安全な場所なのか、うん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 、ここは危ないところなのかっていうのが分からへんかったけど、うんうん、で、もうそういうところは行ったらあかんでって言ってんのにね、うんうん、行くんやね。ねえ。ほんで、急に深みにはまってね、うんうん、そこで溺れて、うん、救急車に運ばれてっていうのもあったからね。ちょっと最近水場の事故が増えてますもんね。そうですよね。うん、本当に周りの人がね、うん、なんでこんな、浅瀬やのにとかって思ってるけども、子供にしたら結構深かったりとかね、するからね。流れがちょっと急に変わったりね、するんですよね。そういうのは夏休みが終わる頃に結構多いやんか。はい。で、こういうのはいいなと思ったのは、はい、息子とカブトムシを捕まえましたって。ね。ラジメニアンさん。どういうエリアなんですか？お住まいが。八尾の方ですけどね。今年の盆休み。はい。奈良の吉野に住んでいる親戚のお家に行ったんですって。うん、私と妻と7歳の長男の3人で。ああ、それはいいですね。で、11日から2泊3日でお世話になりました。はい。お親戚のお家ね、うんうんうん。そして今回の最大の目的である、息子と一緒に吉野の山でカブトムシを捕まえるという体験。はい。で、吉野に住んでいるいとこに、うん、いとこ兄弟に、前もって連絡して、うん、はい、餌を仕掛けといてもらって。ああ、集まるようにね、うん、はい。で、早朝の4時過ぎに、仕掛けを見に行きました。うん、早いこと起きなあかんねんね、これ。うん、すると仕掛けに、カブトムシやクワガタムシが、群がっていて。群がんねや。息子以外に私も大はしゃぎです。うわー、すごーい。カブトムシのオスが4匹。ほう。メスが2匹。へー。ノコギリクワガタのオスが2匹に。はいはい。ミヤマクワガタ。へー。と、コクワガタの、コクワガタ。はい。小さいやつかな。ほう。のオスが3匹ずつ、計14匹。そんな取れるんですね。で、自宅に持ち帰り、近所の子供に何匹からプレゼントし、はい、手元に残ったものは飼育していますが、はい、息子のちょうどいい夏休みの自由研究にもなっています。へぇー。取れるんやね、こういうの。それはプレゼントするときってどうするのかな？いやー、それはもう。ここからどうぞっていうの？自分が気に入ったやつを避けといて。うん。これあげるわ、とかね。になるかもわからんよね。そうやね。やっぱ形のいい、のはね。うん。置いときたいですもんね。でもカブトムシってやっぱりオスが欲しいもんね。そうでしょうね。戦わすんでしょ？
そうそうそう、オス同士でね。クワガタとかね、はい、モテる子モテへん子いるな。あ、僕らの時代はもうみんな誰でもモテましたけどね、はいはい、今の子供ってモテる子モテへん子はっきりしてるよね。触れる機会ないですもんね。ないからね。こういうのはいいな。いいですね。いや、大人もねこれ楽しめますよね、うん、僕行ったら絶対興奮するわこんなん。要はね、脱脂麺に、はあ、砂糖水を染み込まして、ほんでそれこそ夕方ぐらいに行って、うんうん、でこの木のね、ちょっとそこをポンと置いておけるようなところ、あ、枝が分かれてる、あとそのクワガタとか、クワガタとかがそこがカブトムシとかが集まってきそうな、ちょっと穴がポコッと開いてるような、はい、あるやんか、はい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 、はい、木の、はいはい、木の幹の中にね、そういうとこにこう仕掛けとくわけよ。やったけど僕一匹しかそれ見にんかったけど、こうやっているんやね、ちゃんと。ねえ。それから山がいいんやろね、これ。そうです、吉野山。吉野の山。ええー、ですなぁ。桜で有名なとこやろ？そうですよ。おぉ。こういうとこやったら行ってみたいね。ねえ。うん、大人も遊べるしね。うん、楽しそう。朝早く沖縄来ませんけどね。うん、へえ。こちら、八幡市、京都の八幡市のジョニーさん。はい、ジョニー、はい、ジョニー。私は夏休み中で、うん、11日から和歌山県本宮にある嫁の実家に帰省中です。あ、台風がね。ほう。11日からやったら。で、今日の夜に、京都へ帰ります。はい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 。昨日は嫁と義母、お母さんね。うん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 、を連れて勝浦まで、うん、マグロ料理を食べに行ってきました。おー、那智勝浦ですね。那智勝浦。90歳になる母になかなか普段は孝行できないので、はい、家のエアコンのフィルターや、うん、あちこちの清掃、うんうんうん、きれいにするんですね、うん、など私なりのできることをしましたよ。素晴らしい。拍手。うん、素晴らしい。これがね、こういう発想になるっていうのがね、なかなかできひんのよね。素晴らしいです。なんかどっか、うんうんうん、高めのね、料亭に連れて行かんのちゃ、はい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 、入れていかなあかんのちゃう、うん、連れて行ってはるやんか、これ。ね勝浦まで。ああ、マグロね。マグロに、うん。マグロね。うまいね、マグロ。美味しいやろね。マグロうまいわ。ねえ。締めが最近ね、鉄火。鉄火巻きじゃなくてね、うん、たくあんね。はいはいはい。とろたくってやつね。たくあんのやつ？知らん。鉄火巻きってわかるやろ？うん。マグロと、はい。マグロだけかな、あれ。え？あ、そうか、鉄火巻きやね。鉄火巻きやね。はいはい、で、それが、とろと、はい。それから、たくあんをこう、刻んでもらって。たくあんの巻くやつ何でした？たくあん巻き。違った。そんな名前ちゃうかって。たくあん。たくあんを巻いた巻物ってあったかな？きゅう。あるあるある。きゅうり巻きとかはある。きゅうりもあるけど、たくあんもある。なんちゅうのそれ。いや、なんやろう。たくあん巻き？たくあん巻き？しょん。こうこ巻き？え、きゅうりのやつは？きゅうり巻き。あ、かっぱ巻きや。せや、きゅうりはかっぱや。せやせやせや。たくあんは？わからん。たくあんもんかな。うわぁ、マグロ好きやぁ。ね、そんな、しみじみ告白されても。せやから、トロタクって、はい、トロと、それからタクアンを刻んだやつを巻いてもらうんですよ。それ初めての組み合わせ。それね、締めにね、うん、トロって高いやん。うん。じゃ最後にそれでね、締めるとかっていうのはね。そんなええので締めんねや、最後。いや、カッパ巻きでいいやん、なおちゃんは。いやいや。いやいや。それ食べたい。我慢しなさい。私も玲子さんになる。何を言って。ジョニーさんからね。ジョニーさんいいですね。いや、皆さんは結構あちこち行ってますね。まあね、行かはったんちゃいます？今年は。割と、ね。でも、行くとか行く予定にしてたのが台風で行けへんかったとかね。うん。いろいろ終わりやったと思いますけど。そうよね。はい。姫路のマー君ですね。はい。久しぶりにメールします。はい。
野村さんに教えていただきたいのですが、今ギターの弾き語りに挑戦しています。おお、すごいな。歌おうとするとストロークの手が止まり、はい、弾こうとすると声が止まってしまいますあー、なるほど。これはね、みんなあるあるですよ、うん、誰でもその道は通らないからあの F というコードがね、 F は弾けない、なかなか抑えられない、抑えられません私と一緒で、はい、それを飛び越えると、うん、もうどんなあのハイコードでも抑えられるし、すごい、あるんですよ。この一つ我慢して、うん、それを乗り越えると、もう今度ギター弾くのが楽しくてしょうがないっていうようになってくるんです。何かコツみたいなものがありましたら教えていただけますでしょうか、うん、教えてください。いや、もう僕に聞かないでほしいです、もう本当になんで僕はもうギター初心者ですから。そうですよ、50年もやってて、50年もやってんのに初心者ですよ。50年、ほんなら今ちゃう、タイミング的に。何が50年の、うわっわって何、とこに掘り込んでくれるね。よかった、気がついた。後でって言われたけど、その流れがあった方がいいかなと思って、かーってかーって、ありがとうね。いや、もうすいません。じゃあもうここで、あのね、はい、50周年の、はい、あのねのねの50周年のあのコンサート、はい、もう終盤に取り掛かってるんですよ。そうよね。だってさっき、うん、あのおせちで今年あと4ヶ月って話してたぐらいですから。うん、そうですそうです。はい。早いこと言うとかんとね。そうですよ。おせちが先になってしまうわ。っていうか本当に忙しくずっとされてたから、うん、早かったんじゃないですか。早かった。ねえ。今年早い、すごい。早いと思うわ。忙しく。ねえ。まあ長野でやるっていう話はあったんですけど。はいはい。その後。うん。11月。そうです。何日ですか ?11 月の2日ですか嘘やろ違う。違う。1日。違う。5日。ああ、そうです。変更になったの。なった。変更になった。11月の5日に、はい、東京でやります。そうです。これがまたね、うん、京都ともう一つのファイナルということですよね。そうです、そうです。ね。はい。すごい。それで、まあ、今年1年の50周年のコンサートはおしまいなんです。本当の本当に終わりってことですか？終わりですね。ああ、寂しいですね。年末カウントダウンとかもやってくれた。どんどん要望がね。そうなんです。で、もう本当にずっとリハビリから始まりまして、はい、京都でガッと盛り上がり、うん、で、本当はそこで終わりにしようかと思われたところを、東京でもやってくださいという声が多かったということで、東京11月の5日日曜日です。はい、神田明神ホールで行われると。神田明神って知ってますか？なんかよく聞く、あの、有名な神社じゃないですか？そうですよ。ほう、ええとこである。最後はやっぱり、あの、神様の近くでね。神様にも、あのねのねの歌を聴いていただこう。もうなんか奉納っていう感じですよね。いやいや。すごい。そんな大それ、僕すいません。まあ、元にします、その話。でもやっぱりこれは、あの、お参りもされるんでしょうね。今日はさせてもらいます、とか言って。何ですか？何が？神社で。神社で？11月の5日の午前中ぐらいに。今日はもうお膝元で、それはもうちゃんと歌わさせていただきます言うて、二礼二拍手一礼、うわあすごい、かな、神田明神、そうですね、神社によって違うとこもあるみたいですからね。あの 大川橋蔵さん、うん、銭形平次、うん、銭形平次って神田明神じゃない、はい、そうかもしれんね、ちょっと間違ってたらごめんなさい、うん、そんな気するね。男だったら女になるな。なそれ。すごいええ歌ですね、それ。いいだろ。で、うん、その11月の5日日曜日、本当の本当にもうファイナルという形で、うん、行われます東京の神田明神の明神ホール。神田明神ホール、はい、夕方の4時30分からスタートするんですが、はい、じゃあこの11月5日の東京のチケットいつから発売になるんですかっていうことをちょっと事前にお知らせしておこうということでございます、はいはい、ありがとう、うん、でこの11月5日日曜日に行われる東京のライブのチケットは、うん、9月の
1日から発売。あ、そうかそうか、発売が1日やったよね。はい。それでまず僕勘違いしてた。あ、そうそう、そういうことです。はい、9月の1日から発売されます。はい。で、公式ツイッター、もう今は X と言われてますが、はい、もしくは Facebook、うん、で、伸び金の X。はい。などで、9月の1日になりましたら、はい、皆さんお待たせしました。どうぞチケットをお買い上げくださいっていうお知らせがバーンと出ますので。はい。それを見て、あ、こう買うんだなということで買っていただきたいんですが、うんうん、今回。はい。220席しかないんですよ。あー、多いな。だからもうすぐになくなってしまう可能性が。いやー。高いので、なので早めに言っておこうかと思いました。どうかなー。いや、でも、ご本人はね、ちょっと自覚がないようですけども。うん、ポント町の時はね。うん、ちょ、待てよと。うん、チケット買う気満々やったのに、なんやら、いかいかいって言って。京都のね、ポント町のかぶれん場のね。そうです。コンサートは3日間で。はい。もう完売したんですよ。そうです、ね。ありがたいことに。本当に。だからもう買おうと思ったのに買えへんかったやないかいっていう話がちょっとありましたので、うんうん、早めに、うんうん、ちょっと9月1日からですから、うん、皆さんって、どこを見るか言うときますからっていう。いやー、でもやっぱりね、自分、うん、地元っていうかね、自分の近くのとかっていうのは、はい、なんとなくほら知り合いとかもいるし、はい、なんとかなるんちゃうかなって、って思ってたんですけど、はい、東京はね、ちょっとやっぱり地元っていう感じがないじゃないですか。いやー、いや住んでましたよ。はい、住んでたけども、だからその辺がね、ちょっと僕は心配ですね。そうですか。うん。いやでも割と東京、ちょっと東京行こうかっていうノリで行かはる人いるんちゃうかなと思って。あ、そういう具合にしてください。皆さん知ってますか？東京タワーよりも新しいタワーができたんですよ。何何やったっけあれ。え、あれ何タワーでしたっけ。ツリー。あ、スカイツリー。スカイツリー。スカイツリー。スカイツリーね。ね。うん。スカイツリー。見に行くとかね。武蔵ですよね。武蔵。武蔵。600。634メートル。知ってますか？それをぜひ見に来てください。そのついでにあのねのねのコンサートも見てください。あ、まあね、まあついでっていうノリで来ていただけたらいいっていう、もうちょっと。そうです、そうです。照れ隠しでございますね。違います、違う。本音ですよ。いや、もう本当9月の1日から発売です。あのねのね50周年のあの公式ツイッター、これ X ですが。そして伸び金でも発表いたしますので、はい、ぜひ皆さん220席しかございませんが、9月1日から発売ですから、ぜひチケットを手に入れて、見届けていただきたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、原田信郎のびのび金曜日0120用意しなゴー快適生活ラジオショッピングです。渡辺さん、はい、原田さん、久米村さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりですね。お元気ですか？お元気、元気にしております、おかげさまで。よかったです。そうですか、よかった。どうぞまたよろしくお願いいたします。こちらそこ。お願いします。お願いします。今日お持ちしたのは、電子タバコなんですけれども、うんうん、お食事の後だったり、お酒の席とか、お仕事の合間のブレイクタイムの時に、うん、一息入れる時には、やっぱりなかなかタバコがやめられないという、そんな皆さんに、うんうん、今大人気の、楽々使い切り電子タバコをご用意いたしました。はい。これ充電、カートリッジ交換は一切いりません。もう完全使い切りタイプの電子タバコで、うん、吸いながら、禁煙が目指せるんです。へー、しかもですね、はい、今いろんなものが値上げの世の中なんですけども、はい、この電子タバコ、コストパフォーマンスがいいんです。うん、普通のタバコ一箱分、なんとおよそ193円ほどなんです。え、普通のタバコ一箱分が？はい。およそ193円。そうです。これは魅力ですよね。なんかタバコってすごい値上がりしてるっていう聞いてたんで。いや、そうなんですよ。タバコってもう今一箱だいたい500円台の後半から600円台にまでなってきてますけれども、でも今日の電子タバコ一箱分がおよそ193円。これ比べてみたらめちゃめちゃ安いんじゃないかなって思うんですよね。うん、ね、なので今まで禁煙してみたいなと
を持ってらっしゃった方はこの機会にぜひ切り替えてみてください、うん、こちら使い方がとにかく簡単です。バッテリーの取り付けやリキッドの補充、カートリッジの交換一切いりません。で1本あればおよそ500回吸引ができるという、もう完全使い切りタイプで、普通のタバコに換算しますと今日の電子タバコ1本でおよそタバコ 3.5 箱分に相当します。ほー、1本で普通のタバコ 3.5 箱分も吸えて、はい、使い切りだったらやっぱ手軽ですよね。そうなんです。そしてですね、これだけ普段からもコスパがいい人気の電子タバコなんですが、はい、今日は大ヒット感謝価格、期間限定、数量限定でさらにお安くなります。さらにお安くですか。はい、いやこれ今日はですね、うん、今お聞きの皆さん大チャンスですよね。チャンス、チャンス。ぜひぜひお聞き逃しなく、こちら吸いながら禁煙が目指せるという電子タバコ。もうニコチンもタールも含まれておりません。今までのタバコと同じようにスーッと吸うと、タバコと同じような吸い心地でしっかり満足していただけると思います。うん、快適生活のバイヤーも今日の電子タバコに変えてから1日の喫煙回数が減ってきたと驚いてるんです。もうまさに吸いながら禁煙に近づいてるわけですね。そうなんです。全長は 11.5 センチで、太さは 0.9 センチ、ロングタイプのタバコぐらいの大きさです、うん、でキャップがついてますので、このキャップを外していただいたら、あとはもういつものタバコと同じように吸ってください。もう吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸っていただけます。お味は2種類です。スーッと爽やかなメンソール味と、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味ご用意してます。これ煙がですね、結構ブワーって広がるんですけど、うん、この煙実は水蒸気でできていて、でもこうガツンとくる吸い心地がありますから、皆さん至福の一服楽しんでいただけると思いますよ。なのにニコチンタールはゼロで、はい、いつもの吸い心地なんですね。そうなんです。そして吸いながらニコチンが体から切り離されていきますから、無理せず自然に禁煙が目指せるんです。タバコとの完全決別を目指したい、そんな皆さん、ニコチン少し減らしたいな、そんな皆さんにもおすすめです。使い方簡単、楽々使い切り電子タバコは8本セットにして税込み5400円、これで普通のタバコのおよそ28箱分に相当しますので、1日1箱吸う方でしたらほぼ1ヶ月分になります。うん、1ヶ月分が5400円だったら、はい、すごい安いじゃないですか。これでもかなりお安いとは思うんですけれども、はい、うん、今日大ヒット感謝価格、ここからなんです。今ならここから 10% オフで、なんと税込み4860円、今タバコ500円600円しますけれども、この電子タバコ、普通のタバコ1箱分およそ174円なんです。安い。いや本当に一層お得になりましたね。はい、ちょっと計算してみるとですね、例えば1日1箱、今600円に上がったタバコ吸ってらっしゃる方でしたら、今日の電子タバコに変えますと、まず1ヶ月で1万2000円近く出費が抑えられる、経費がこう削減できるということになって、うん、これ年間で考えてみると軽く10万円以上になりますので、もう節約のためにも、そしてお体のためにも、ぜひこの機会に皆さん始めてください。タバコ代って毎日の出費になるからね、はい、決断はもう今ですよね。はい、もう今でしたら期間限定、数量限定で大ヒット感謝価格 10% オフ、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコは8本セットで税込み4860円、送料、代引き手数料は別、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、なくなり次第終了です。ご注文はお早めに、フリーダイヤル 0120-40-1475、 0120-40-1475 番、用意しな5です。携帯電話からも 0120-40-1475 番でお待ちしております。はーい、渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。快適生活ラジオショッピングでした。お届け、返品などについてはご注文の際にお尋ねください。体の
のブローのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ラブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで。待ってます。のびのびクッキング。はい、このコーナーの担当は桂ぽんぽこちゃんです。ぽんぽこちゃん、料理上手は節約上手、桂ぽんぽこです。よろしくお願いします。お願いします。今日は電話でということですね。すいません、リモートでよろしくお願いします。あ、お仕事ですか？リモートよ。リモート今ちょっとすいません、あの仕事もあるんですけど、はい、あの実家に少し戻ってまして。あ、実家に。はい、あの祖母が今入院してて、それの退院の手伝いで行く人がなかったので、すいません、今日行ってて。そうなんや。すいません、もう実に個人的なことで失礼しました。大変ですけど、頑張ってね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあまた来週。違う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 。いや、やらせてください。っていうわけじゃないんですよ。びっくりした、やらせてください。今日もね、お料理の話をしたいです。お願いします。はい。最近なんですけど。今日のメニューは、今日のメニューはお好み焼きなんですけど。お好み焼きよ。はい。子供と一緒に作るお好み焼きを。いいですね。いいね。お子さんと一緒に作るの。はい。はい。なんかの、最近なんですけど、うん、お豆腐が好きで。誰が？あの、お豆腐を、あ、私、家族がですね。家族が。家族。はい。はい。あの、京都に住んでるので、京都でやっぱ美味しいお豆腐屋さんが。あるよね、あちこちにね。はい、うん。すごいやっぱお豆腐美味しいんですけど、うん、なんかその、いいお豆腐って日持ちしなくないですか？ああ。ああ、そうね。そうでしょうね、うん、なんかね、あの、後で食べようじゃないんですけど、うん、まあ、美味しいのをその日のうちに冷ややっこで食べちゃえばいいんですけど、うん、なんかその、おかずが他にいっぱいあったりとかしたら、うん、結構冷ややっこって後回しにされがちなんですよね。はい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 、はい。で、それなんかその、一丁食べようと思ったけど、半丁しか食べなかった時とかって、はいはい、中途半端にお豆腐が余るんですよね。はいはい。で、牛乳豆腐とかだったらいいんですけど、うん、日持ちしないお豆腐って、うん、こう今までこう、麻婆豆腐にしたりとかしたんですけど、麻婆豆腐にするほどの豆腐も量がない時、中途半端に余っちゃったけど、火通して食べたいなっていう時に、うん、そうだ、お好み焼きに入れればいいんだと思って、お好み焼きに入れて、で、せっかくなんで、はい、今、キャベツとかの葉物って、その、ほんと、状況によって台風とか来たら一気に高くなるじゃないですか。うん。一気に値段上がるんで、たまたまそのお好み焼きやろうと思った時が、たまたまちょっとキャベツのお値段がお高かったので、はい、今回はキャベツの代わりにもやしを使って、もやしね。はい。で、もやしを使って、うん、そして、もう子供にも、ちょっと前回も言ったんですけど、子供が本当に料理をしないので、うん、ちょっと覚えてほしいので、今回は包丁を使わずに、キッチンバサミを使って、子供と一緒に作れるメニューにしたので、よかったら、いい考え。夏休みの間、はい、作っていただきたいなと思います。材料なん、はい、材料なんですけど。はい、材料。はい、豆腐半丁。で、うちがたまたま余ったのが半丁だったんですけど、うんうん、もう好きなだけで大丈夫です、はい。ある分だけで大丈夫です。これはあれですか？木綿とか絹とかはどちらでもいいということですか？どっちでもいいです。どっちでもいいです。どっちでもいい。どっちでも余ったやつっていうことで。はい、あ、そうです、うん。それでその、絹の場合だったらやっぱり水気が多いんで、その分この後いわゆる片栗粉とか小麦粉の量を増やしていただけたら問題ないだけですので。はい。はい。もっとお茶でもいいです。はい。はい、お豆腐半丁。それからですね、山芋、これ10センチぐらい。入れたらふわふわして美味しいので、うんうん、はい、10センチぐらい入れてください。はい、それから卵1個。で、私の場合はですね、片栗粉大さじ1と小麦粉大さじ2入れたんですけど、うん、これも邪魔くさかったら片栗粉3でも小麦粉3でもいいです。ただ、小麦粉だけよりも片栗粉ちょっと入れた方が、なんか縮みというかカリカリしてて美味しいんですよね、片栗粉が。なるほど。
はい。なので、もし大丈夫だったら、片栗粉1、小麦粉大さじ2入れてください。はい。そして、白だしをですね、私、ボウルで作ったんですけど、ボウル1周、1かけしていただくぐらいの量です。うん。もう適当で入れてください。はい。そして、もやし1袋。うん。それから、ネギ1本、天かす好きなだけ。それから、ウインナー2本に、とろけるチーズも好きなだけ。材料準備してください。はい。ウインナーが入って、天かすが入って。うん。はい。お野菜も入ってますよね。お子さんもね。そうなんです。一緒にですから。そうなんですよ。子供が好きなメニューをいっぱい入れて、で、今回はこの野菜だったんですけど、うん、他にももう子供が食べないのとか、お好み焼きに隠したら食べるので、うん、もう、何でも、何でも入れちゃってください。お好みに隠してね。はい、なるほど。お好み焼きに隠して。で、子供ってやっぱ野菜、嫌いな野菜入ってても、自分が作ったもんだと食べるんですよね。あーねー、あ、そんなもんなんかな。言ってたもんね、ポンポコちゃん。はい。何でも、ほんと何でもいいと思います。はい。はい、入れてください。はい。作り方なんですけれども、はい。お豆腐、山芋、卵、小麦粉の材料を一気にボウルの中でぐちゃぐちゃって混ぜます。はい。へぇで、この時に、さっきも言ったんですけど、木綿よりも金の場合って水分量が多いので、うん、ちょっと緩いなと思ったら、好きなだけ小麦粉でも片栗粉でも足して、好きなように調整してください。うん、大体なんか、ちょっとその、ドロッと、こう、お玉ですくい上げて、ボトボトボトって落ちるぐらいの緩さに、ドロッとするよりは、ボトボトボトと落ちるぐらいの緩さに、てください。すいません、すいません。そう、ボロッとっていうのと、はい、ボトボトボトの、その差がわからないんですけど。いや、わかりますやん。わかりますよ、私は。ボトボトボトっていうのはわかるんですけど、ボロっていうのは何ですか？泥ですよ。泥？なんか、あれ粘り気強い泥っていうね、ことよりも、ちょっとなんかあれですよね。はい、ボトボトボトの方が、液が多いってことですか？そうそうそう、汁が。汁が多いってこと、ね、はい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 。はい、わかりました。すいません。流れ止めまして。ホットケーキの硬さって多分ボトくらいなんですよね。はいはい、なんか、お玉の中心に集まって、一気に溜まってボトっと落ちる感じなんですけども、うんうんうん、お好みじゃもうちょっと緩く、ボトボトボトっとこう。わかる、すごいイメージできます。ありがとうございます。わかりました。どうぞ先進んでください。ボトボトボトっとするぐらい、食べてください。もうボトボトボトはいいんです。すいません。混ぜていただいたら、その後にですね、さっき言った白だしを一回ししていただいて、うん、で、もやし、今までそのまま使ってたんですけど、うん、もやしなんか一回洗った方が、うん、なんかもやしの癖が抜けて美味しかったので、ちょっと水で軽く洗ったもやし、それからネギとウインナーはキッチンバサミで子供さんと一緒に切って入れてください。輪切りにして入れていただいて、はい、そこに天かす、で、うちはとろけるチーズ好きだったのでたくさん入れたんですけど、これもお好みで、うん、お好みで入れていただいて、はい、でそれで油をひいたフライパンで片面だいたい5分ぐらいかな、周り縁がね、カリッとするまで焼いてほしいんです。うんうんうん、で、もしその、なんでしょうか、人によって厚めになっちゃった時とか、火通るの心配だったら、蓋閉めて蒸し焼きにしていただいてもいいですし、うんうん、蓋すると、ちょっとだけそのまあ、火通るのは早いんですけれども、なんか、カリカリの部分が少しだけなんか私湿ってるような気がして寂しいので、うん、私は薄めにして蓋をせずに焼いてるんですけど、これもお任せします。分厚めがいい方は蓋して、はい、蒸し焼きにしてください。はい、大体5分くらい焼いて、縁が、茶色くカリカリっとなったら、ひっくり返していただいて、うん、で、その後も、大体は3分から5分くらいですかね、しっかりと焼いていただいて、で、よく焼くとね、ふっくらしてくるんですよね。薄く伸ばしてても、うん、ふっくらしてくるので、ふっくらカリッとして、はい、で、それでも、心配だったら、竹串を刺していただいて、中からドロッとしたのが出てこなかったら、もう火通ってますので。はい。それで、あとはもう、ソースと、マヨネーズと、鰹節かけていただいたら、出来上がりです。ああ、美味しそう。はい。こう、出来上がったのがね、ここに写真があるんですけども。美味しそう。美味しそうね。うん。マヨネーズが縦横に、はい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 、綺麗にかけてなくて、かけてなくて、ざっくりしてるのがまた余計に美味しそうに見えるんですよ。美味しそう本当。でまたカツオも中心にドッとありますよね。ドッとあるからね。ね、美味しそう。カツオ節なんかけて、
ねえ、はい、美味しそうです。ありがとうございます。ぜひ皆さんも作ってみてください。よかった。これ子供さんと一緒に作るとね、喜びますもんね。はい、そうですね。夏休みの思い出に、はい。はい。わかりました。ぽんぽこちゃんありがとうございました。ありがとうございました。原田信郎、のーびのーび金曜日。さあ、続いてのコーナーもぽんぽこちゃんお願いします。はい、お願いします。魚屋のおっさんのコーナー、イエーイ。はい、魚屋のおっさんでございます。はい、今日もね、はい、たくさんいただいておりますけれどもね。はい、のぶりん大賞はポンポコちゃんに選んでいただくということで、はい、のぶりん大賞はのぶろうさんの賞、ポストカードをプレゼントさせていただきます。頑張ってください。はい。はい、ね、はい、あの、尼崎市の、うん、としつぐさん。え、でも上の方にラジオネームって書いてないですか？あら？あった。今止まってる。忘れてください。忘れてください。ラジオネーム、はい、料理上手は癒し上手。魚屋のおっさんの歌コーナーご担当様という方でございますね。はい、これがまさかラジオネームだとは思わなかったんです。料理上手は癒し上手さんです。癒し上手さん。はい。ね。はい。はい、金曜日仕事の合間を縫って上司の目を盗んで聞いて笑っています。っていう方ですね。大変ですね。毎週楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。でね、この方がね、はい。僕初めてだと思うんですけど。初めて聞きましたもん、そのラジオ。ね。はい。おいで、おっさんの歌、夏の納涼祭ということで、うん、6連発、すごい。書いてきてくれてるんですよ。すごい、すごい。でね、これが、うん、ぶっちゃけ言わせていただくと、うん、6発の中で、うん、2発がちょっと弱いかなっていうのがあったんですけど、弱い、ほうほうほう。それも結構いいんですよ。ということは、のぼろさんがそんだけ言うっていうことは、その6連発がかなり優秀やから、その2発が弱く感じるぐらいだ、ね。そうなんですよ。すごい。すごい、すごい。そのうちの4発が結構いけるんで、これ今日4発も読んでしまったら、この方もったいないなと思う。もったいないまで言われてる。すごい、もったいないまで言われてる。もったいないな。いや、これあんまり、はい、ちょっとね、うん、敷居を高くすると良くないと思うんですけども。はい、だから毎週、一個ずつにしたらどうかなと思って。じゃあ今日はどうするんですか？え？今日はどうするの？今日はですね、うん、一つだけにします。あ、一つね。はい。じゃあ残りはまた送ってきてってこと？いや、残りは残しときます。あ、残、残しとくと。お、すごい。そうです。良心的。はい。じゃあ行きますね。はい。では最初、どれから行こうかな。平安時代の女流作家のおっさん。はい、今日はそれを一個しか言わないんですね。はい。はい、わかりました。平安時代の女流作家のおっさんの歌です。はい、平安時代の女流作家のおっさんが、変なおならの音を、ファンに聞かれて質問を受けました。それは、何式のおならですか？紫式ブーどうですか、どうですか。なるほど、額がありますね。これね、日本の歴史上の人物編ということで、また来週も、はい、置いとくってことですね。置いときますので、はい、はい、それから続いていきますね。はい。今度はこちらです。大阪市平野区の宮本さん。宮本さん。冷やし中華のおっさんの歌。うん。冷やし中華のおっさんに、冷やし中華を頼んだら、断られたので、なぜ出してくれないのか聞いてみた。なんだ、冷やし中華。ああ、なるほど。なるほど。
なるほど。今冷やしてるところですかっていうことなんですよね。なるほど。まだ下ぬるいですよってことですね。そうですね。続いていきます。兵庫区の果物屋のおっさんの歌。うん。うん。という方ですね。うん。兵庫区のみったんさんです。はい。果物屋のおっさんの、おっさんが、間違えました。果物屋のおっさんが、お風呂に飛び込んだ、ザボーン。ザボーン。ザボーン。はい、ザボーンね。はいはいはい。東大阪市のちょんまげ原人さんです。はい。魚屋のおっさんの歌です。魚屋のおっさんが、戦争ごっこをしていたので、偉そうにしています。サバ、イバルゲーム。サバ、イバルゲーム。サバイバルゲームということですね。イバルゲーム。高槻のゴン太くん。はい。坊さんのおっさんの歌。はい。坊さんのおっさんが、やいのやいの文句言われてブチ切れました。ほっとけ仏像おー、前2個かかってんな。すごい、うん。仏さんと仏像ということね。ほっとけ仏像っていうことね。なるほど。大阪淀川区の寿司カレーさん。はい。お相撲さんのおっさんの歌。お相撲さんが取り組み中に回しが取れて大事なところが見えて反則負けになりました。決まり手は何ですか？もろ出し。もろ出し。もろ出しですね。なおちゃん、こういうのは好きですね。わかりやすかったですね。はい、最後になりました。はい。奈良県のラジオネーム、タンタンタヌキのブラブラ散歩さんからいただきました。シンガーソングライターのおっさんの歌。はい。シンガーソングライターのおっさんに、大阪難波に行く道を教えています。あ、難波。南はここ右折や。南ここ右折。あー南こうせつ南こうせつイエーイ以上でございます、はい、さあ1,2,3,4,5,6,7 枚あったのかな、はい、で今日一つだけ紹介したね、はい、方もさあポンポコちゃんこの中から一つノブリン大賞を選んでください。正直、今日も本当レベルが高くって、うん、うまいなと思ったのって3本ぐらいあったんですよ。3本ですね。はいはい。はい。紫式ブーと、うん、あの、冷やし中華と、うん、あと、ホットケー仏像と、うんうん、うまいなって思ったのは3つあったんですけど、うんうん、私やっぱ刺さってしまったのが、うんサバイバルゲーム。あ、サバイバル。サバイバルゲーム。こう来るかというか、変化球を当てられたような衝撃がありまして。サバイバルゲーム。はい。じゃ、ちょんまげ原人さん。はい。はい。東大阪のちょんまげ原人さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ノブリン大賞としてノブローさんの賞、ポストカードをプレゼントさせていただきます。はい。はいということで皆さんもね、いろんな面白い大発見を考えてくださいよ。はい。はい。魚屋のおっさんのコーナーでした。いやーポンポコちゃんありがとうございました。はい。じゃあメッセージをね、いただいているので、はい、ぜひぜひ。あ教えてくれたさっき、たくあんが入ってるやつ、巻物で。たくあんの巻物は何？たくあんは、ね、おこうこというので、うん、おこうこ巻きとも言うそうです。こうこ巻きとか。あ、こうこ巻きね。やっぱりこうこか。長いこと言うてへんから、もうこうこ巻きって言われても餌やったかなみたいな気になってますわ。こうこって言うたよね。へぇー。昔、たくあんっていうか、
高校って言う方が多かったかもからね。うん、かもね。うん。おっちゃんとかね。うん。おばあちゃんとかね。うん、高校食べるかとかって言ってね。ああ。高校切ったろかってよいわ。なんかお茶のお供にお漬物とかね。あ、お漬物。お茶に、あ、まあ、そうやね。お茶漬けにね。お茶漬けとかね。はい、しましたよね。お茶受けになんか出していただいたりありました。お漬物とかね。その家で漬けてるとこが多かったから。ああ。はい。うちの味もちょっと食べてみてみたいな。あったよね。ああ。ただあれね、あったかいご飯の上に乗せて、はい。で、そのまま弁当で持っていくと、ほう。結構、匂いすんのよね。それ。匂いせえへんかった?いや、そんな、私らの時代はそんなんなかった。え?お漬物弁当のご飯の上に乗ってるとかない?嘘やろ?ないない、そんな。必ず乗ってたで。もうだいぶ冷凍食品が出始めの頃やから。クリームコロッケとか入れてる人、ハイカラな。へぇー。へぇーって。すごいね。うん。はぁ。結構匂うのよね。匂うにゃ。匂うのよね。お前臭いなとか言われるんですね。いやだ。あなたのブローのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのーびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。さてさて、はい、神戸といえば洋菓子文化が始まった街じゃないですか。そうですね。スイーツ天国って言っても過言じゃないんじゃないですか。うん。そんな神戸のケーキのお店を天宮遥ちゃんがリポートしてくれたんだそうです。遥ちゃんお願いします。お願いします。天宮遥です。いやありがとうございます。ここで出てきましたか。そうなんです。今日はちょっと早めに失礼いたします、うん、ようこそ。ピアニストをしておりますとね、はい、ありがたいことにたくさんスイーツをいただいたりすることがあるんですよ。楽屋見舞いとか ね、 そうよね。神戸のピアニストで、美味しいスイーツいっぱい食べられていい ね、 あ、 いいね。ありがとうございます。で、この度ですね、うん、こちらのスイーツに出会いまして、うん、とても感動いたしましたので、はい、ぜひご紹介させていただきます。お願いします。はい、神戸市西区伊川谷のパティスリーアンクレールさんに行ってまいりました。アンクレールさんのお名前なんですけれども、はい、アンは一つの、うんうんうん、クレールは光という意味です。アン・ドゥ・トロワーの。アンですね。アンですか?さすがですね。一つの光。光。はい。素晴らしい。トレビアン。すごい。アン・クレールさん。すごい。これで覚えていただけたと思いますけど。はい。なんと今年30周年でございます。すごい。おめでとうございます。いや、本当ですよ。いや、30周年って言ったらもうかなりのいろんな種類があるんでしょうね。うん、まあ、そういうことなんですよ。スイーツ。ちょっと。どんなスイーツがあるんですか?いろいろ作ってきました。あ、はい、作ってきた。今まで。はい。嘘です、私じゃないです。はい、はい、たくさんの種類があるんです、うん、たくさんショーケースにずらずらっと美味しそうなスイーツが並ぶアンクレールさんですが、はい、まずご紹介したいのが、うん、ピーチ姫です。おー、ピーチ姫、名前も可愛い。どんなんやろう、何を想像する、うん、ピーチ姫って。いや、もうピーチやし絶対桃でしょ。おー、なに、いやいやいや、何や思ってたんですか。ブドウかな。なんでや、なんでや。シャインマスカットとかが入ってるね。あ、ちゃうな。ちゃうちゃう。もうそのままでいいですか、ピーチは。ピーチはそうやと思いますよ。今ね、はい、まさに旬なんですよ、ピーチは。ああ、うんうんうん。8月が旬なんです、桃ってね。はい。はい、で、丸ごとにスイーツにしたピーチ姫なんです。丸ごと。丸ごと。はい、やっぱり旬の果物って美味しいですね。うん、絶対。ね、で、東急ってわかります、うん？果物の。東急ピッチャーですね。違うわ。違うわ。え、東急でピッチャーでしょ。ちょっと待って。何ですか？ナンバークイズ以外でアホを出す？
ちゃあるでしょ。何ですか。東急って甘さのでしょ。あ、その東急ね。でしょ、うん、うん。最上級とかの、はい、9ね。その9ね、はい。そうやと思いますよ。はい、はい。はい。そっちじゃなくて、うん、え最高級の甘さがという話でございます。はい、ランクがあるんですよ。うん、丸、その上が量、うん、でその上が優、うん、優れる、うん、その上が秀、これ秀でるです。はい、でその最高級の秀の中にも、はい、その上にも、うん、青、赤とありまして、うん、最高級なのが特秀です。へー。その特秀の桃の中から、はい、その日入った美味しい桃だけをオーナーの牛尾さんがちゃんと見極めて作っていらっしゃるのがピーチ姫です。ちょっと待って、ちょっと待って、私普通あのお箱とかね、はい、ご贈答用でもなかなかもらえない桃を使ってるってことですね、丸ごと、うん、最高級ですね。いやーね、牛尾さんはい、動揺したかったということで、ね、アンクレールのスタジオに来ていただいてるんですよ。そうなんです、そうなんです、静かにね、気配を消してありましたけども、実は、うん、はい、さっきは東急のとこ面白かったですね。そうですね。まさかの、まさかの、ま、かすいません。さすがやわ。すいません、アホやから、ね。ムロさん大ファンでいらっしゃって、ありがとうございます。はい。ということでね、今日持ってきていただきました。はい、やったー、ご試食いただきましょう。ピーチ姫どうぞー。めっちゃ嬉しい。いいよ。どうですか。本当綺麗ですね。そうか。僕ね、ごめんなさい。何？あのこの土台になってる。はいはい。これね、リンゴや思ったんですよ。うん、そうやろな、ね、思ってた。それぐらい赤いんですよ。ピーチです。うわー。え、こんな赤い桃ってあります？まあ、いやだって特集ですからね。すごいね、これ。トップオブピーチですから、これ。うん。で、そのピーチの上に、はい、みかん。はい。それから、これはブドウ。うん。それからチェリー。うん。それから、これは何ですか？それは絶対ピーチですよ。はい。これはもう今、牛尾さんがこう、くるっとしてますけども、これはピーチの果肉をくるんと丸くしたものを。はい、って。すごい。はい。絶対わかるやん。あ、これはもう牛尾さんからちょっとご紹介いただくのがいいのではないでしょうか。ね、はい、アンクレールオーナー牛尾さんです。お願いします。はい、します。こんにちは。こんにちは。今のピーチですけど、はい、その部分はあの芋栗っていうやつで、はい、くり抜いてます。うわー。で、ま、くるんと。はい、くるんとくり抜いて。それをポンと上に乗せてあるんですね。そうです。で、色がどうしても変わりやすいんで、はい、少しだけレモン汁を塗ってます。色の変化を防ぐために。すごい。すごい。やっぱり丸いものってすごく人間惹かれますんで、こう、潰したくなって、ちゃうと言いますか。なるほど、気持ち的に。なんか、はい、どっからどう攻めようかと。なるほど。っていう感じですね。で、こう、スプーンとか持って、どれから食べようかなってなるってことですね。わあ、美味しい。野村さん、ちょっと食べてください。いや、もう、いただいていいですか？どうぞ、召し上がってください。ありがとうございます。じゃあ、このくるんとした、桃から、いただきます。うわ、ちょっとどう、甘い、甘い、食べた、食べたよね、食べたかな。今日は特に甘いんでしょう。口の中入れたかな。ねえ、いや、特に甘いそうですよ。かなりですね。いや、本当に甘い。食べはったら見てから私食べよう思って。いや、だからね、ちょっとしたものなんですけども、ちょっとしか少量しかないのに、うん、もう口の中ブワーって甘さが広がりますね。はい、美味しい。ちょっと完熟のやつを野村さんが好きやって聞いてましたんで、いいや、天宮さんの方から、ありがとうございます。できるだけ完熟を選んでまいりました。いやー、熟熟を。美味しい。熟です。本体も言ってくださいよ。そのまますぐ。いいんですか？本体壊すのもったいない。ね、もったいないけども、うん、もうスルスルっといきますからね。ありがとうございます。まあ、はるかちゃんのおかげで。そんな、牛尾さんありがとうございます。牛尾さんありがとうございます。いや、牛尾さんありがとうございます。牛尾さん目の前で作っていただいたんですよ。これすごい。これはまあ、桃が一番量が多いんですけど、うん、ちょっとずついろんなね、フルーツも一緒に食べられるっていうのは贅沢ですね、これ。美味しい。だってピーチ姫だもん、ね、ピーチ姫。ね、野村さんの好きなブドウも入ってます。うん、そうなんです。すごい。ね、僕本名原田のブドウと言いまして。ああ言うて。へえ、っておっしゃってます。嘘ですよ、嘘。これはもう皮ごと食べてもいいってことですか？なんかお客様に聞いたら、うん、横をちょっと完熟気味の時はこう引っ張って上ちょっと破ってツルツルっとめくれるらしい。めくれます、めくれます。それいいなぁ。はい、これだけちょっとさ、こう、
ささくれのようにしまして。でももう皮ごと食べてもいいぐらいの。そうですね。だから人によってなんか食べ方がいろいろなみたいで、独自のね。そういいな。そういうふうになんか考えていただけるだけで、あ、この商品っていうのが、あの頭から離れないみたいで。うわ。ちょっとはるかさん、ごめんね。これあれですか、普段、はいはい、いつもあのお店に置かれてるんですか、これ。そうです。だいたいですね、うんうん、あの7月から桃はスーパーとかにもこう出るんですけど、はいはい、うちのアンクレールの流れのお客さんには、はい、いつが食べ頃といつも聞かれますんで、一つの目安として、はい、セミがミンミン鳴き出して、はい、1週間から2週間ぐらいしたぐらいがちょうど甘くなってくる時期ですと。だからセミの鳴き声を聞いて、そうです。だからセミってやっぱりあの一番正しいんで、気候気温に比例して鳴き出しますんで、どうしても6月には鳴きませんよね。で遅い時もありますし、7月の終わりも始めもありますし、だいたいセミが鳴き出して1週間から10日ぐらいしたあたりからが食べ頃になりますと。うわ、じゃあそれを聞いたお客さんはセミの鳴き声をいつも聞いてるわけですね。そうです。もうそろそろ一番美味しい時が来たみたいなね。しかも今すごい贅沢な時間ですよ。だってこれ美味しいのいただきながら、ね、牛尾さんの説明を聞き、本当、うん。そしてはるかちゃんにごめんねって言いながら目の前で食べるっていう。私先日も食べてきた。食べてきた。食べてきた。お店の方で。だから美味しいやろっていうことよね。そう、美味しいやろ。さっき食べた先輩として美味しいやろっていう。このあの、まあ、果物の、これ、この甘さっていうのはあるんですけども、あのクリームのこの甘さも美味しいですね。さすがですね。はい。こだわりですよね、はい、クリームね。カスタードクリームも、今もう材料がいろんなものが上がってるんですけど、またしつこく天然のバニラビーンズを使ってまして、カスタードクリーム実はあの評判でして、そうですね、食べた後、あっさりしてると。そうそう。あの、カスタードクリームが、うん、あの、甘い、どうや甘いやろって言わんとね、はい、果物に、はい、の横にちょっと沿わせていただいてますって言って、すごい控えめな感じがいいんですよ。けど、すごいですね。本当にこのバランスが。はい。ありがとうございます。参りました。ありがとうございます。いや、私もね、あの、パティシエとしてね、まあ、長年やってきましたけども、もう今日でパティシエ辞めます。引退。引退します。もうこんなん出されたら。わあ、それはわかるわ。まあ、できひんわ、これ。美味しいね。美味しい。牛尾師匠の作品でございますよ。ね、素晴らしい。そうなんです。やっぱり旬の果物っていいですね。いいですね。はい。でも。まだ他にもあるんでしょう？そうなんです。桃と並んで、はい、旬がイチジクです。イチジク？もう今何時やと思ってんの？まだやん。まだ12時や。ちょっと美味しいもん食べたら絶好調ですね、いやいや、もうあと40分で1時やね。その時に食おうやね、みんなで。いちじく。今食べてください。今。はい、目の前にございます。これはい。これいちじく入ってる。小室さんいちじく好きですよね、はい。大好きなんですよ。ねえ。もう何時でも食べます。いちじくのけ。はい、12時20分でも召し上がってください。いや、1時まで食べたらあかんて。いやいやいや、いや何時でも食う。8月9月限定でいちじく大福があります。へぇー。ね。いちじく大福？そうなんです。まあ、いちご大福とかよく聞きますけどね、はい。アンクレールさんはね、あの、フルーツ大福がブームになってますけども、そのブームになる前から、フルーツ大福を作ってらっしゃるんですよ。はいはい、あのね、あの、この一番表面の、はい、こう、ぶわって、うん、あの、雲のようになってて、はいはい、中にね、はい、ちょっとなんか、中になんか果物が入ってるなっていう具合にしてあるんですけど、はいはいはい、これがまさかイチジクだったとは。思わないですね。これは思わないですね。また綺麗よね。牛皮ね、牛皮。牛皮ってやつですか、はい、これ。うわー、これなんですか、柔らかい。いやいやいや。これなんですか、スプーンかなんかで食べた方がいいんですか、これ。いや、もう。パクっといっていいですか、手でパクですね。もうこれ、もうこれ使って。手でパクいっていいですか、はい、どうぞどうぞ。いやいやいや、柔らかい、うわうるさい。柔らかい、うるさい言うでしょ。今手で持ったんですけど、むちゃくちゃ柔らかい。いただきます。すごいわ。おいしい。吹いて、これ吹いて。
美味しいですね。いやこんなんよう作れますね。まあね。ありがとうございます。控えめ。すごい控え中にチーズが入ってます。レアチーズが。レアチーズと、いちじくは地元の伊川谷さんの、もう古い30年ぐらいいちじく作ってある農家さんから、仕入れてまして。それも。いちじくね、おじいちゃんの家にもね、いちじくの木があったんですよ。へぇ悪いけど、全然甘さが違うね。そらそうですよ。ねえ、おじいちゃんには悪いけど。天気予報とにらめっこして、しおさんが仕入れてらっしゃいます。あ、そう。非常にこだわって仕入れてらっしゃいまして。すごい、美味しそう、ほら。うわもう一段と甘いの、のぶろさんが柔らかいのが好きということでね、柔らかいいちじくを、もうちょっと、のぶろさんのところに食べやっぱり旬のっていうか、その時の美味しい果物を選ぶということですか、一番はやっぱり。そうですね。はい。何言ってたごめんなさい。楽しみ。のビールから、ね。楽しんでました。うん、ちょっと。柔らかくなってきたかもしれませんね。これね、これもう毎週やりましょう、このコーナー。いいですね。いいですね。ね。はい、いちじくをお召し上がりいただきました。はい、旬の果物、今ならいちじくを合わせて、アンクレールさんのフルーツ大福は7種類あります。いちご、カシス、マンゴー、チーズ、チョコバナナ、抹茶、ケーキを丸ごと牛皮でくるんだ独自の味わいです。こちらにお持ちいただきました。これ箱に入ってんのそうですか？はい。すごい！わかわいい！ 6 種類入っておりまして、幸せ大福ブラザーズという名前が、ユニット名がついております。いや、幸せの黄色い箱に入っております。これもろたら嬉しいね。この箱もらったら。嬉しいです。6つ、6種類入ってるってこと？はい。特にイチゴと抹茶は大人気で、抹茶の濃厚な生クリームが、これはもう、牛尾さんに語っていただきました。抹茶ね。ね濃厚な。お抹茶も。はいね、抹茶は生クリーム、高脂肪の、生クリームを使ってまして、20年ほど前までは割と高脂肪の生クリームを使ってるお店多かったんですけど、だんだんヘルシー志向になって、低脂肪のあっさりしたものが、こう、受け入れられるように、世の中がなってきたんですけど、そういうイメージのところに、パンチを効かす意味で、あえて濃厚な生クリームを使いまして、抹茶に関しては、多分、抹茶、お抹茶は、また京都の宇治産のを使ってまして、ちょっと今、時間経ってるんで、柔らかになってるかもしれませんけど、かなり濃厚で、いちごと同じぐらい大人気の、商品になっております。うわすごいね、美味しいわ。美味しい。とにかく、ちゃんとね、素材にこだわって作っていらっしゃって、本当に。牛尾さんの、アンクレールさんに行ったら、果物の美味しい見分け方をこんなに丁寧に教えていただけるとは思いませんでした。本当に、こだわって作ってらっしゃいます。はい、他にもチョコレートケーキ、ガナッシュも人気ですので、よろしくお願いいたします。もうでももう、何でも美味しいでしょうね、こうなったら。いや、もうこうなったらね。ね美味しくないものがないって思いました。そう思います。ねえ、いちじくの大福、幸せ大福ブラザーズ、ピーチ姫、そしてですね、ガナッシュご紹介させていただきました。はい、他にも、いちじくを使いましたのはケーキや、ババラワなどもございますので、ぜひどうぞ。すごいなぁ。お店行ってみたいね。行ってみたい。場所なんですけどもね、はい、発表させていただきます。お願いします。はい。神戸市西区伊川谷アリセ、伊川谷高校のすぐ近くです。伊川校やね。はい。知ってる？知ってんの？え？知ってんの？知らん。ね。長坂小学校、中学校もあります。一緒になってます。はい、神戸市営地下鉄、伊川谷駅と JR 朝霧駅の間ぐらいに位置しておりまして、JR 朝霧駅からバスでお越しください。で、お車の方は、長坂インターチェンジ降りてすぐ左。ずっと。インター降りてすぐ左。すぐ左。300メートルぐらい。もうちょっとありますかね。もうちょっとあります。そんなもんですかね。300から500ぐらいですね。はい。坂を上がりきったところです。はい。朝坂を上がりきったところ。坂を上がりきったところと覚えてください。はい。朝10時から午後7時までです。月曜日が、
6時、あ、ごめんなさい。朝10時から午後6時まで。6時まで、はい。はい。月曜日が定休日、火曜日は不定休なんですけれども、うんうんうん、今週、来週はちょっとお休み、夏休みをいただこうということで。うんうんうん、ね、しばらく休んでください。違います、ね。働いて働いてしたんやからもう。ジャイマス言うたら、ジャイマス言うたりますよ。来週の月曜日と火曜日、うんはい、再来週8月最終週の月、火、水お休みをいただきます。はーい。はい、はい。ぜひ、電話をしていただきたいと思います。なるほど。はい。はい、特に、ピーチ姫はもう今月いっぱいの超人気商品ですので。わ、これ食べてほしいよね。その日にならないと数がわからない。そうか、そうか。ということもございますので、はい、お電話をお願いいたします。はい。アンクレールさん電話番号です。078-975-5252。078-975-5252。わー。優しいね。全部最後まで言ってくれはったね。5252です。ねえ。はい。最後の4つは何かなってみんなで想像してくださいって言われるのかなと思ったから。なんで。いやいや、それはダメです。はるかちゃんで優しいな。もう一回言うといて。078-975-5252。くなご、くなご5252。いや、ややこしくないから。それいらんねん、その語呂合わせは。パティスリー、アンクレールさん、はい、牛尾さん、ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。ピーチ姫はちなみにおいくらなんですか？これが、桃の仕入れの値段によって、はい、3年ほど前から変動価格にさせてもらってまして、なるほど、今日は700ですかね。税込み、税込み700です。はい。一つ700円。税込みです。税込みで。今回は。もっと値打ちあるよね、これ。本当に。美味しいのいただきまして、ありがとうございました。牛尾さん、ありがとうございました。アンクレールさんのピーチ姫ご紹介いたしました。はい、美味しいも紹介していただいてありがとうございました。また来週お願いします。毎週ね、待ってる感じですね。本当にね。それで、はるかちゃんが連れてきてくれはると思います。そうそうそう。よろしくお願いします。ありがとうございます。無理やりね、無理やり言うて。はるかちゃんもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。カルタのブローのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。のギターで歌おう。はい、はい、いや美味しかったね。いや美味しい。美味しかったね。もうこれもう絶対もう後でもう思いっきり食べる、また。はい、はい、ギターで歌おうのコーナーです。はい、ピアニストの天宮遥香ちゃんです。はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。このパターンで初めてですね。そう、私もう一回聞けんには思って、ま、もうすぐ待ってたのに、あれ、ね、言うてくれ。また名前言うてくれには思って。天宮遥香です。ありがとうございます。恐れ入ります。待っておりました。はい。さあ、今日の歌は、はい。四万十の宝です。うん。はい。はい。この歌、ね、いい歌ですね。うん。ビギン。が歌っております。はい。作詞作曲もビギンなんですね。そうですね。はい、
これね、あのこの歌好きっていう人多いですね。いい歌ですね。あ、僕ピックをね忘れてます。業務連絡、サムピックください。ピックをお願いいたします。はい、普通のピックは持ってきたんですけどね。はい、どう違うんですか。どう違う、例違う、身違う。さすが天才。あ、今届きました。はい、はい、まあ、この歌の中で、トゥバラーマっていう言葉、はい、と、うん、デンサー武士っていう言葉が出てくるんですけど、うん、はい、出てきますね。トゥバラーマは、まあ、トブラウ、訪れるという意味で、男女が思いを伝え合う、掛け合い歌なんですって。で、デンサー節は伝承するということで、教訓の歌なんですって。沖縄の言葉も盛り込まれています。はい。ですよね。はい。シマンチュヌとかっていうのも、ね、これも沖縄語ですけども、これも大体分かってきましたよね。ね、島の人の宝、うん、っていうことですか、ね、そうですよね。はい、じゃあなおちゃん、はい、いきますか。はい、なおちゃんでもあんまり知らない、ね、はい、まあ正直言うと。そうなんです。でも正直あの今までもう知らないのにちゃんと歌ってきてくれるんですね、うん、そうですよね。なおちゃんってすごいな。今回はあの見守る係で。ファッション担当で、さりげにね、お願いいたします。はい、お願いします。それでは早速いきますか。はい、はい、はやってみましょう。やってみましょう。シマンチュヌ宝。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、僕が生まれこの島の空を僕はどれくらい知っているんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰より誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中だから、僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰より誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島ツヌタカララ。僕が生まれたこの島の歌を誰よりも
している。祝いの夜も祭りの朝もどこからか聞こえてくるこの歌を。知っていたい、それが島死ぬ歌だから、それが島死ぬ歌から。おはやしのお姉さんありがとうございました。ありがとうございます。リズム担当お気に。はい、はい、ということでございまして、はい、今日はちょっとね、はい、時間も内容でございますので。そうなんです。はい、はい、このコーナーはこの辺で。はい、はい、ギターで歌おうでした。ザ・ベンチャーズ栄光のギターケース、50周年を超えてなお色褪せぬロックの殿堂、ザ・ベンチャーズ50周年記念ベスト急がば回れ、50周年記念ライブ版およびベンチャーズと共演できるリード、リズム、ベースのマイナスワンテイクを収録したプレイウィズ・ザ・ベンチャーズを2枚セットにした画期的な4枚組 CD ボックスです。ザ・ベンチャーズ栄光のギターケース、誰もが知っているヒット曲を多数収録、グループの情報はもちろん彼らが使用した楽器アンプまで解説したマニア垂涎の豪華ブックレット、黄金に輝くロゴ入りギターピック付き CD4 枚組で税込み価格 13,200 円、送料はラジオ関西プロダクツが負担いたします。お申し込みは電話 078-362-7722 078-362-7722、ファックスは 078-362-7404、 またはラジオ関西プロダクツのホームページまでどうぞ。のブローのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。のぶりんと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。仕事がハード、うん、また高齢になって体がつらい、目覚めがすっきりしないという方、はい、もしかしたらですね、そんな生活が一変するような情報かもしれません。今日は栄光フーズの日枝社長にお伺いしましょう。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はい、今年の夏は本当に暑くてですね、はい、普段元気な方もぐったりする方多いんですけども、うん、そういう方に会うたびに今から紹介するこの特選クロニクス、これをお渡しして、初めての時は寝る前に3粒ぐらい飲む方多いですよって渡すんですね、はい、当然個人差あって会う会わないもあるんですけれども、本当に多くの方が飲んで翌朝、まあ、信じられないくらいの寝覚め、体の軽さ、爽快感、もうびっくりされます、うん、これは健康食の王様ニンニクを実に2段階発酵させることにより、まあ、とてつもないパワーを持つお酢に仕上がりました。人類のその歴史って7000年とも言われてまして、この長い長い歴史の中で実に4000種類以上ものお酢が作られてきました。例えば柿を発酵して柿酢ができますし、リンゴはリンゴ酢になるんですけども、健康食の王様ニンニクだけはこの長い7000年のその歴史の中でも作られたっていう記録がないんですね、うん、っていうのはニンニク自体が殺菌力が強いために発酵ができないので、お酢にするのが不可能、誰も作れませんでした。ところが和歌山県那智勝浦町で、今年は創業145年目の歴史を迎えるお酢の老舗が、那智の滝の伏流水を使って仕込んでいく伝統製法によって、まあ、7000年ともいえれる酢の歴史の中でも初めてニンニクそのものからお酢を絞り出すことに初めて成功したんです。黒酢とニンニクを足したサプリではないんですよね。そういったものがもうほ
とんどなので、はい、よく間違えられるんですけども、はい、根本的に意味合いが違うんですよね。あの、クローズとニンニクを足してカプセルに入れる、これ自体は全然難しいことではないんですけども、こういったものとは全く違いまして、ニンニクそのものから絞り出した初めての酢なんです。しかもお酢に変化した時点でニンニクの臭みや匂いは全くなくなって、健康成分美容成分が驚くほどに上昇するんです。はあ、これあの元になるものが健康食の代表格とされております、はい、ニンニクですからね、はい、そこから出てくるお酢ですから、これはパワーがすごそうですね。ね、本当にもうな、暑い夏はもう体が欲しがるっていうんですか、もう本当にすごいパワーなんです。まあ、で、例えば黒酢とか香酢も健康にいいとされるんですけども、その元は玄米とかなんです。まあ、これに対して今ご紹介しているこのお酢の元は健康食の王様ニンニク。もうパワーが格段に違うんですよね。で、ニンニクも青森県産の福地ホワイト六遍という、まあ、日本一のブランド品種。これを熟成発酵して、まず黒ニンニクにします、うん。この時点で臭みがなくなって、生のニンニクの実に20倍以上もの健康成分、ポリフェノールを含むようになるんです。生のニンニクの20倍ですか？はい。1段目の発酵でここまで跳ね上がります。でもここで終わらなくて、これを老舗に持ち込んで、ここから2段階目の発酵を重ねて、さらにお酢へと大きく跳ね上がるんですね。2段階の発酵を減るので、この時点でニンニクの臭みや匂いはもう全くなくなって、健康成分、美容成分でもあるアミノ酸が桁違いに跳ね上がります。だからアミノ酸には、スタミナをサポートしてくれるアルギニンという成分とか、また美容に嬉しいプロリンという成分とか、様々あって、大事な大事な18種類のアミノ酸があるんですけども、その総量を先日分析しました。あの、黒酢は昔からアミノ酸の宝庫、まあ、お酢の中の王様とも言われるんですけども、その黒酢 100g にアミノ酸の総量がおよそ 1000mg だったんですね。これでもすごいんですけども、同じ量の黒ニンニクのお酢 100g にはおよそ8500です。だから1000対8500。もうね、7000年の酢の歴史の中でも、桁違いのパワーの酢、ニンニクの酢ができました。これを私たちは老舗からいただいて、表面だけを覆うカプセルに、これ以上ないっていうぐらいに詰め込んで、和歌山県白浜町から全国の皆さんのお手元にお届けしてまして、まあ先月ですね、白浜町のふるさと納税の返礼品にも選定されまして、大変な好評をいただいてます。はあ。あの、この試された方々からの反響も大きそうですね。とすごい反響で、やっぱり皆さんのこの体感の速さにびっくりされる方が多いんですよね。まあ、読んで翌朝っていう形が多くてですね。先日も長距離の運転手さん、ドライバーの運転手さんね、年がら年中体がきつくて、もう、あの、朝起きた時からしんどいっていうのは日常茶飯事で、もうこの仕事をしてる間も仕方ないと諦めたらしいんですけども、たまたまラジオでご注文いただいて、やっぱり初めての夜、やっぱり寝る前に3粒飲んだらしいんですね。まあ、ご本人の言葉なんですけど、もう何十年かぶりの爽快感だったんですと。もうびっくりしてた爽快感に。で、そっからやっぱり、ものすごい距離走るもかかわらず、ずっと元気でいられて、朝が劇的に楽になったので、もうどんだけ走っても本当にずっと元気でいられるので、もう見る景色変わるぐらいに生活が一変したとおっしゃってました。で、うちの母も、まあちょっと、あの、朝が弱かったんですね。あの、ずっとこう、あの、なんていうんですかね、夜中変な時間に目覚めるようになって、高齢になって、で、朝がどんよりして、一日中ぐったりしている悪循環で、まあ、母にも届けて、まあ、母も3粒飲んだらしいんですけど、翌朝びっくりして電話があって、ものすごい陽性なんです。もう本当にすごい、信じられないくらいの爽快感だったと。続けるわって言って、朝が劇的に楽になったので、今80後半なんですけど、ずっと元気で、母は曰くやっぱりね、老後がもう一変したと言ってました。で、元気にいいし、健康にいいし、さらに美容にも嬉しくて、まあ、ある関西のアナウンサーなんですけど、数ヶ月続けるうちに、会う方会う方に、なんでそんなに肌綺麗なのって、会う方会う方に褒められるということで、ものすごい喜んでました。これは生のニンニクの20倍のポリフェノール、さらにお酢のな、お酢になって、アミノ酸、美容成分が桁違いに跳ね上がります。しかも、臭みがない。まあ、皆さん今まで経験したことのないパワーを実感されて、この夏はもう大好評いただいてます。うわ、すごいですよね。ございます。じゃあ、改めて飲み方とか教えてもらっていいですか？はい、1日1粒から3粒で、最初のうちとか体が辛いなという時に3粒、寝る前とかに飲まれる方が多いですね。あとは自分の体調に合わせ、今日元気になったら1粒とか2粒とか、そうやって飲み分けていらっしゃる方が多いです。毎日飲むことが大事だと思います。はい、それでは気になるお値段を教えてください。はい、今日も非常にお高くてご応募します。
最大40日間ご利用いただける40粒入りが3300円のところ、今日はハーフサイズの20カプセル入りを特別価格税込みで1290円とぐーんと格安で豪語します。ただし伝統製法のように大量生産ができない関係で、これは初回限定1回限り最大5袋まででお願いしております。また非常に続きやすいお得なコースもありますので、詳しくはオペレーターにお尋ねください。それでは携帯からもつながるフリーダイヤルです。受付ただいまからです。この番号までお電話ください。0120-722-5-26、 繰り返します。0120-722-5-26 番、エコーフーズまでよろしくお願いします。はい、はい、ではもう一度繰り返します、はい、フリーダイヤルです。0120-722-5-26、 0120-722-5-26 までお電話ください。飯田社長ありがとうございました。原田信郎のびのび金曜日。歌の感想をいただきました。はい、ありがとうございます。大見八幡のカシオちゃんからです。ありがとうございます。ビギンの歌詞も歌声も好きですが、信郎さんとはるかちゃんの歌声とタンバリン直子も良かったですありがとう、ありがとうございます。タンバリンいただいてた。タンバリンじゃなくて、どっちかというとあのクリスマスとかに使うようなシャンシャンシャンみたいなやつね、ちょっと鈴がいっぱいついたやつだった。鈴のやつね。でもタンバリン直子っていう響きが素敵ですよね。いい歌をありがとうございましたと。滋賀県には四万十の宝に似た大民中っていう言葉がありますよ。ああ、大見八幡の大見八幡大民中。大民中、ほう、大見の人、大見の国、はい、近江商人のっていう、ね、近江のね、言われてますよね。明石の夜明けの秀さんです、うん、感想の前にすぐに売り切れる、パティシエアンクレールの大人気のピーチ姫、俺もあークレールで、あー、ね、あー、あー、魚屋のおっさんみたいになってますよね。あークレール、あー、口をあーするからクレールって書いてある上手ちょっと自分で買ってくださいね。ほんまですね。それとも食後のデザートにねっていう風にいただいてますけども、うん、さてこの歌は沖縄県の方言で歌いますが、鹿児島県の奄美地方などの離島でもその土地の方言で歌います。へー、信郎さん、はるかちゃんの歌良かったです。愛の手でなおちゃんがいやーさーかと入れると思ってました。いや、それはね、うん、そういう案もちょっと若干出たんですけど、もともとこの歌知らなかったもんね。それもありますし、歌舞伎とかあるじゃないですか、うん、よ何座とかさ、うん、あの花火とか上がった時とか、うん、あれは何も知らんやつが適当なところで入れるほど恥ずかしいものはないっていうことで、あえて静かにしておりました。そうやね。それ正しかったかもわからんね。ある意味ね。よかった。ちょっと寂しかったけどね。ああ、そうですか、うん。宮本さんです。ありがとう。ですやん。信郎さんとはるかさんの歌聞いてたら沖縄に行った気分になりました。ほんまかいな。なんじゃ、本当に歌ってなかったですね。いや、ほんまや。ほら、いや、朝ぐらい入れるかと思ったって。入れたらよかったのにって、やっぱり、だからそういう理由でね、入れなかったんですよ。いや、朝って難しいよ、ほんまに。そう思います。うん、でも、正直、心の中では、もう、二人の歌がすごい良かったんで、気持ちがバーッと上がってきて、いいって心の中で、いいって言ってたんですけど。口から出すか出さへんかの違いだったんですけど。よかった。ねえ、よかった。出さんと。出さん。マーブルさんでーす。四万十の宝のぶり熱唱。沖縄の景色浮かんできて思い出しました。いい歌。ありがとう、うん、ありがとうございます。息継ぎが難しいね、あの歌。ダララ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 ラ。ああ。だんだんね、息苦しくなって。はい。ちょっと死にかけました。すごい難しいですよね。難しいね。ギターとかピアノとか弾きながらって、逆に難しいのかも。三振の方が合うのかもしれませんね、歌を。いや、三振もっと難しいわ。いや、弾くのは難しいですけど、この歌には三振が合うてんのかもしれない。まあね、それはもう音色が全然違うからね。なるほど。はい。じゃあ、なおちゃんがね。はい。来週。何？ソロで行くか。いや、行かないです。今日の分。行かへんです、行かへんです。はい、ありがとうございました。はい。
田信郎のびのび金曜日。のびのびのびリーヌのナンバークイズ、数字にまつわるクイズです。ナブリーナオちゃん、どっちが正解に近い答えを出せるのか。正解した方、応援してくださった方の中からお一人の方にラジオ関西特製クオカードをプレゼントさせていただきます。ちょっと早めに行きました。はい、それではクイズを出題してくれますのびリーヌを呼んでみましょう。妖精ののびリーヌ。こんにちは。一つ、おっさんが浮かびましたので、はい、聞いてください。はい。ケーキ屋の、うん、おっさんが、うん、フルーツ大福作ってる。あんくれる？あんくれる？ってディレクターに言えって言われました。なんちゅう、なんちゅう。なんちゅうことをね。さっきのね、うん、歌の感想でもあーしてくれるって言われました。あーしてくれる。あーしてくれるの方がうまかったんじゃない。やな。それをね。クイズです。はい。あ、クイズが。そうやね。時間ないもんね。あ、時間ないのか。はい。はい。お二人は走りは早いですか？早いよ。50メートルね、10秒台で走ってたもん、僕。50メートルで？じゃあでもすごいじゃないですか。え、ではどれぐらいの長さ走れますか？長さ？はい、距離？距離はそれはあかんわ、もうそんなもん。私800メートルギリギリやったもん。え？800メートル？ギリギリ走んのに。あ、走れた？体力なくて、もう最後の方だったら、え、それ歩いてんのぐらいの。うんうんうん。あるよね、はい、結構その中距離とか長距離のやつね。自転車はどうですか？自転車だったらいつまででも行けるんちゃう？嘘やー、行けへんわー。行けへんな。それでは問題でーす、はい、アメリカアイオワ州で開かれた自転車のイベントで、うん、ある男性が、うん、自転車をこぎ、うん、あ、こうね、こう行くんや。はい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 、はい、な、前はもう背中やから見えへんよね、はい、まあ時々後ろ向くぐらいじゃない。それ向いてあかんの？いいでしょ。いいよいやでも誰もやらへんところでやってんの。いや、みんな見てるでしょ。う、それは何、ちゃんとしたそういうコースがあったわけ？大会でしょ。そうね、ほらイベントでね、ほらほら、みんな見てくれてるから大丈夫。見学してる人がいるから。うえぇ、はい、この人は後ろを向いてどれぐらい走ったでしょうか、自転車で。へぇー。後ろを向いて。でも倒れたらもうあかんの？そらそうやろ。え、あかんでしょ？うん。ほら。うん。足ついたらあかんねや。足ついてもう一回やり直しとかダメね。あかんねんて。あかんねんね。うん。あかんねんて。へぇー。でもこれ練習してる人はね、そういうのはうまいと思うよ。10年ほど前から練習し続けているらしい。あ、そうなん、うん、それは、あれですか？はい。何ですか？距離、もし出せるとしたら、同じとこぐるぐる回るってことですか？なんかすごい、こだわるよね。コースとか、道とか。なおちゃんね、うるさいよね、なんか。なんでやん。その質問で必要なの？っていう思ってるけど。いや、聞いてたやん、さっき。ちょっと言うとくけど、私ら似てんねんで。出す答え。全然似てないと思うけど。二人とも細かいねん。なあ。え？せや、実はな、実は細かいんですよ。ごめんごめん。はい。え？ほんなら、え、回るんやね、ぐるぐるね。じゃあ、回ります。回ってもいいってことでしょ？じゃあって言われて。で、アメリカ広そうやからな。はい。じゃあ、これぐらいかな。いいですか？なおちゃん。はい。何キロでしょう？せーので、ドン！ 2.5 キロ。うわ、5キロ。答えを言います。はい、うん、答えは800キロ。何が違うやんか。800キロ。いや、だからほら、そんなまっコース長、ま、ぐるぐる回んのって聞いてんけど。なるほど。せやけど、ほら、
あの、マーノちゃんみたいなノリやったから、あ、そんな走らんのかと思ったら。あ、僕が勝ったね。いやー、もう賢いな、やっぱり登り言うのは。もう、バレへんように言うな。よし、この方。はい。勝野原田さんという方ですね。39歳の男性。ドンタさん。おめでとう。堺市のドンタさんです。そのラジオネーム欲しいですよね。何ですか？勝野は原田さんっていう名前。さあ、軽口の当選者でーす。神戸は西区のさくらちゃん、加古川市のよもぎさん、寝屋川市のしゅんたさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。お送りします。宝くじをお送りします。全然勝てへんしね、勝てへん勝って勝てへんことに慣れてしもて、うん、でもこの後のプレイリストでいつも、うん、どういうことやと。何がリスナーさんからなんでそんなに負けんのっていうこと。もうちょっと考えなあかんでぐらいの勢いで来るから。え、そんなに奈緒ちゃん負けてるかな。今負けてるんです。連敗嘘。いや、ちょっとそんな連敗やったかな。そんな演技上手やったかな。もうお別れの時間です。あ、そうですね、はい、お別れでございます、はい、お相手は原田信郎と久米村奈緒子でした。はい、また来週です。ごきげんよう。さよなら。